日本の市場を飛び越えて世界で評価を得ている地域初の商品どんなものがあるんでしょうかマイ・ビス田中キャスターです。 毎日毎週水曜日は I.T. とトレンドがテーマです。今朝は世界が認めた地方発ヒット商品、そのヒットの秘訣について、日経ビジネスのシニアインタワタナベ和彦さんにお聞きします。ワタナベさん、おはようございます。おはようございます。地方発のヒット商品の中には、海外からも注目されているようなものが、これありますよね。 そうですね意外と歴史も古くて、ですね、ええ、地方発で世界に飛び出して売れてるものっていうのは、まあいろいろあって、例えばあの真珠ですよね、あれは世界で初めて日本が養殖に成功したんですけれども、それとか、例えば江戸時代の半ばからヨーロッパでですね引っ張りだこだった有田とかイマリの焼き物なんかが代表的な例としてあります。うん こういったものはやっぱりその日本ならでは非常に細かいものづくりができるっていう技を駆使して他のエリアでは真似ができないような価値を生んだものがまあ成功していたっていうような例が歴史的にもありますね、うん、日本独自の技術や商品が昔から、まあ、世界から注目されていたということですね。はい で今の時代はどうでしょうか今日は地方発、まあ、これ世界のヒット商品の具体例をいくつか渡辺さんにご紹介いただきたいと思ってるんですけどもはいわ、はい、かりましたまず一つ私がまあ注目してる例であの和紙紙ですね、はい、実はあの近年バチカンとかルーブルとか世界中の美術館いいや文化財の修復にですね日本の和紙が使われてるんです もう欠かせないものになってるんですが、まあ、和紙もともと地方のものなんですけど<あ>なんでその和紙がいいのかっていうといわゆる我々が普段使ってるような西洋の紙っていうのは作る途中で化学薬品を使ったりするもんですから長い時間を経つとその残った化学成分のせいで紙がボロボロになったり焼けてきちゃったりっていうようなことはあるんですけどやはり日本古来の和紙の作り方ですと本当に木と水と。 天然のもののしか使わないのでもう何百年場合によっては千年以上経っても劣化しないっていうような、まあ、紙の特徴がありますで、さらに言うと日本はそのいわゆる掛け軸とかああいう美術品を和紙で修復したりするっていう、まあ、技術の、まあ、文化的なノウハウが日本に蓄積されてまして、ね 世界の文化財の修復っていうところにこういうものを使ってみたらどうでしょうかっていう働きかけをした人がいてそのおかげで今や世界中で日本の和紙が使われてますねなるほどねまあ私が実際に訪ねた高知県の製紙工場が作っている和紙なんかはまあ極めて薄く作るんですけれどもそういう修復するものっていうのは本当にごまつの一つみたいなゴミがあってもその文化財の元の価値を損ねてしまうもんですから、はい その製造の過程で職人さんが本当に細かいゴミまでこう手で取り除いたりしてです、ね、もうクリアーなまあ薄い紙を作るわけなんですこれはもう多分日本古来のものづくり、プラス一部機械も導入して、品質とそのまあ安定して供給できるっていうのをなんとか両立しようとしたまあ工場のまあ努力の賜物のだなっていうふうに私は考えてますね。なるほど これ世界で注目されているその地方発の商品、その他の例ありますかそうですね結構有名な例なんですけど、はいはい、富山県の高岡市っていう、もともと鋳物とかの地場産業が盛んなとろなんですけど、そこの町工場で作られたその金属製の果物籠があって、これがまあ世界中から注目されたヒット商品になっているという例があるんですけれども、うん、まあこれ、富山県、もともと仏壇用の花池とか、 ななんんかを作ってた会社なんですけれども非常にその持ってる技術デザイン性を加えてこの金属製のカゴっていうのは柔らかくて変形するっていう特徴を持ってる鈴っていう金属の素材を使ってるものですから平らな状態でちょうど雲の巣みたいになっていてこれをお客さんが手元で変形させると立体的なカゴが出来上がるっていうような非常に面白いアイディアを、まあ、ゴって言ったりなんかして 商品名は日本語のカゴをそのままローマ字で書いてあるんです,、ね、なんですよあ、もちろん写真が今あるんですけれども仏具を作っていた工場の製品とは思えないようなこれアートのオブジェというかう非常にモダンで新しい感覚でこれでも海外で注目される気がしますよね。はい、うん ニューヨークの近代美術館モマっていうんですけれどもそこのミュージアムショップでも販売されたりしてですね広がっていったんですけれどももともとその会社はですね本当に数人の地場産業のところにはよくある町工場だったんですよね、うん、で新しく向こうで入った方が今の社長なんですけれどもデザイン性や商品企画のアイデアみたいなものをもう積極的にチャレンジしてどん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 認められていって大きくなっていったっていうようなそんな例。 まあおしゃれなデザインだったりそういうニーズに合わせて加工できるっていうその技術があるっていうことが今どうですかあの日本食などこう飲食の分野でも海外でヒットしてるものあるんじゃないかと思うんですけども。はいまあ、代表的なものはやはり日本酒でしょうか<酒>まあ和食がまあ世界文化遺産に登録されたりっていうのもあるんですけれども日本酒ももともとは例えば海外の一流のレストラン。 に売り込んでそこが認めてくれましたっていうようなことを足がかりに海外マーケットを攻めていくっていうようなやり方が典型的な日本酒の海外マーケットの攻め方だったわけなんですこれまでははいところが最近はちょっと面白い最初からものづくりの段階から世界マーケットを睨んでですね日本酒っていうもののまあ企画だったりポジションだったりを作り直そうじゃないかっていうような考えでチャレンジしてる若い ベンチャー企業とかっていうのもありますね、うん、この会社っていうのは、まあ、最初から洋食と合わせたりハーブとかお茶とかの組み合わせで、まあ、食塩酒を作ったりそ売っていく先の食習慣のシーンに合わせたお酒をあらかじめ作って用意しますよっていうようなまあアプローチをしたり。 それからユズ、まあ、とか山椒とか世界のお茶とかをですね、まあ、フレーバーとしてお酒につけるクラフトビールとかリキュールとかジンとかではまあよくある手法なんですけれども日本酒でそういうことをするってのはまあ割と珍しいものづくりをしてるかなとでさらにフランスにもその日本酒の醸造所を作ってフランスの地盤の原材料を使って日本酒の技術を使ったお酒をお酒を作って フランスに売っていこうっていうのは、まあチャレンジをやり始めています。なるほどね、結構いろいろ頑張ってる企業があるわけですね。これ、あの渡辺さん、改めてその地方発のものづくりが、はい、こう海外に売って出ようという時のですね。はい、まあ心得といいますか、これ大切なものは何ですか。はい、まずはやっぱりその自動車とか電気製品、買って、まあ日本製っていう世界を席巻したわけですけれども。非常に、まあ高付加価値、高品質なものを作るっていうのは、まあ。 もともとベースにあるんですけれども、それができた上でで、すねさらに海外へ出ていって、海外で取り扱いされやすいように、まあ、ブランド名を英語で表記するだとかですね、うん、日本の今までのやり方だけにとどまってないで、まず一歩踏み出すっていうグローバル化っていうのをやることと、それからさらにあの買ってもらうためには、現地のマーケットが本当に必要としているニーズに合わせていく、いわゆるローカライズっていう、その地域に フィットさせるる努力をするっていう、まあ、2つの要素が、まあ、これはいわゆる自動車とか電気製品とかでもまあ同じなんですけれどもそれからもう一つ言うとその地方にチャンスが来たなって思うのはその昔の,その日本製品っていうのは、まあ、高品質なのに安いっていうのが価値だったんですけれども今は高品質をそのまま高い付加価値として受け入れてくれる高く売れるっていうような。 マーケットが世界非常にあるでそこに直接アプローチすると地方の大量生産でないものづくりをしている人たちも高品質なものを作れば海外で高付加価値を認められてビジネスが成り立つっていうことが分かってきたっていうのが地方発の海外マーケットへの挑戦っていうのがどんどん出てきた理由かなっていうふうに考えています。 現地その国やその地域に合わせてローカライズすることでまだまだ可能性があるということですねそうですねまあ大企業だけじゃなくて地方の小さな事業者さんでもそういうことを念頭に置いてちゃんと手順を踏んで攻めていけば成功のチャンスはまだまだあるなっていうふうに思います、はい、渡辺さんどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、日経ビジネスの渡辺和弘さんでしたではワールドリポートです 台湾からです台湾では海外からの要人の訪問が相次いでいますその背景について台北支局の高田和子記者に聞きます高田さんおはようございますおはようございます最近台湾に外国の要人が相次いで訪問してますよね はい先月、アメリカのアザー厚生長官が台湾を訪れてアメリカと台湾が41年前に断交して以来最高位の閣僚として訪問しましたさらに先週はアメリカ国務省で経済などを担当するクラック次官が訪れましてこちらも国務省の中では断交以来最も高いレベルの交換の訪問となりました。 この他にも先月末から今月上旬にかけてはチェコのビストルチル上院議長が台湾を訪れましたえ、チェコの上院議長と言いますと憲法で大統領に次ぐ地位ですアメリカもチェコも台湾とは正式な外交関係はなくこうした要人が台湾を訪れるのは極めて異例です、うん、その異例の事態ということですけれども背景としてどんなことが考えられますか ズバリ米中対立です。中国にとって台湾は中国の一部でいずれ統一したいと考えている地域です。一方のアメリカにとって台湾は民主主義や自由といった価値観を共有する地域で、中国と対立を深めているここ2、3年は台湾との連携を強化しています。うん、あの中国と対立しているアメリカはわかるんですけれども、これチェコはなぜなんでしょうか。 はい調べてみますとチェコでも中国への不信感が深まっていることが分かりました2013年に就任したチェコのゼマン大統領は中国と関係を重視する姿勢をとっています4年年前の2016年 中国の習近平国家主席がチェコを訪問したんですけれどもその際、ゼマン大統領は日本円で4400億円余りの投資が中国から行われると強調していましたがその後、約束されたほどの投資が実現されなかったため国民の間で不満が広がっているんです、えー、上院議長の台湾訪問これにゼマン大統領はチェコの外交方針に反する と反対を表明していたんですけれども、<got> 上院議長はそれでも台湾を訪れました。民主主義と自由という価値を共有する者同士が連携する重要性、これを訴えていました。はい。ただ、一方で、あの中国が圧力をかけて、台湾と外交関係がある国がどんどん減っていますよね。あの、今後の台湾の外交情勢、どうなりそうですか。はい。まさに台湾が外交関係がある国。 これ今現在15カ国で過去最小なんです、うん、しかしその一方で台湾の後ろ盾になっているアメリカとの関係これはますます深まっています例えば先週の国務次官の訪問 訪問したクラック次官は経済やエネルギー政策を担当していますが次官と一緒に台湾に来ていた人の中には国務省で人権問題などを担当する高官や商務省の高官国防総省で台湾を担当していた元高官も来ていたんです訪問団の日程はほぼ公開されませんでしたしかし台湾当局で外交や経済を担当する閣僚のほかに 天安門事件の元学生リーダーで台湾に暮らす人権活動家や政治的な理由で台湾に移住している香港の人とも面会し経済や外交それに中国と台湾の関係さらには香港の問題についても意見を交わしたことが分かっています気になるのは今年11月のアメリカの大統領選挙のあとこうしたアメリカの台湾政策が変わるのではないかという点ですが 近年アメリカ議会に提出された台湾との関係強化を推進する複数の議案は全会一致で可決しているところを見ますともし民主党政権になったとしてもそう変わらないのではないかと専門家の間では見方が広がっています中国が台湾に圧力をかければかけるほどアメリカが台湾と連携を強めるこの構図激しい米中対立が続く限り続きそうです 台北支局の高田和歌子記者に聞きました新型コロナウイルス PCR 検査と感染者の数の関係について最新の研究で意外な結果が見えてきましたの真剣勝負日本の国内の PCR 検査数 今月多い時で1日に3万件近く、えー、緊急事態宣言が出された4月には多い時でおよそ1万件でしたからその時より大幅に増加したことになります、えー、しかし PCR 検査をこれから大幅に増やしても感染者は減らすことはできないそんな結果が見えてきているといいます。をに統計データをもとに 病気の原因や予防法を探る疫学が専門の名古屋市立大学教授鈴木貞夫さんです。鈴木貞夫さん、おはようございます。おはようございます。あの、そもそもこの p. C. R. の検査数と感染者数の関係。どうして調べようと思われたんですか。 これはですね PCR が増えるとあの感染者が減ると言われていますよね、うん、それが直感的にはまあそういうことは正しいと思う方、多いと思うんですけれども、それに対するまあ分析がなかったということで、はい、まあデータを集めて分析したということですあだからその関係は、実は分かってないわけですね、なかったわけですねえっとまあ一般的にまあそういうふうにあの模式的に言われていただけで、そういう検証したデータはなかったと思います。なるほどそれでまず海外の状況について PCR 検査の数と感染者数の関係について解析をされたとのことですけど、はい、さあ、どんな結果が出てきましたか検査数とかん感染者数ですね、それを、まあえー、刑事的にちょっと追っかけてみたんですけれども、はい、まずイギリスでは患者がぐっと減った時期っていうのは、検査数、実はあまり増えていない。でその後検査数だけが増加して、うん で現在、検査数が人口当たり日本の10倍のえ状況ですけど9月に入ってからまあ患者数が非常に増えているとでドイツでは検査が増える前に感染者数が激減しています。 であのニューヨークでも感染者が減り始めてから検査が増えているということが分かったということで、うんまあ、PCR の検査が増えたからといって、感染者が減るというようには、まあ、見えないという結果が出ましたなるほどあの、PCR 検査が増えると、感染者数が減るというような、そういう明白な関係はデータからは出てこないということですね。はいはい、それで、えー、鈴木さんは 日本についてもあの一般の人が受ける PCR 検査を今後大幅に増加させるとえどのような結果になるかそのことも計算されたそうですけれど、あの結果を伺う前にどうしてそういう計算をしようとされたんですかえっとですね今あの自治体や大学であの大規模な PCR 検査をしようとする動きがございます、はい、であのまあ東京なる自治体ではまあ介護職員 あるいは保健所、えっと保育園や幼稚園の職員に検査の動きがございます。うん、で、また、えっといくつかの大学では、ま、学生全員を対象にした検査が検討されているということ。うん、ただ、あのこれもまあ検討されているということなんですけれども、そのどういう結果になるかとか、そういうことについてまあ。 あの事前に考えられたわけではなくて、まあ、計画だけは動いているということで、うん、このままあの何のシミュレーションもなしに、大型検査を行ってしまうと、どういうことになるかわからない、はい、最悪、まあ、社会的な混乱を招きかねないということで、まあ、計算したということです、うん、でまあその結果をまあ公開したということでその結果についてはあの、この後交通情報など、ところによって挟みますので、はいえー、詳しく7時32分。 次から伺っていこうと思いいますいずれにしてもその数を検査の数をそのまま増やしていってそれがあのいい結果につながるのかっていうとそうじゃないかもしれないという問題意識が 鈴木先生にはあったと,いうことです、ね、そうですねあの、検査で全てが分かるというわけではございませんので、えーまあ、あらゆる検査にはまあ間違いがあると、うん、それをまああの大規模にやったとき、どういうことになるかということは、やはり事前に考えておいて、うん、あの防げることは防ぐ。あるいはまあ 計画そのものをまあ見直すということも必要になるかもしれないということですやみくもに検査が増えていくと、そのことによる弊害も心配されたそうですね、やっぱり間違いがあるということで、2つの間違いがございますあの、陽性を陰性、あるいは陰性を陽性とする、どちらの間違いについてもいろいろな影響がございますので、ええ、それがどのくらいの数あって、どういう影響があるかということは、やはり事前に考えておく必要があると、まあ、考えていす、はい、それはどういうことなのか、そして結果はどうだったのか。 この後詳しく伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<今>三宅民生の真剣勝負。今朝は P. C. R. 検査の件数と感染者の数一体どういう関係があるのか。調べられた、名古屋市立大学教授鈴木貞夫さんにお話を伺っています。鈴木先生は統計データを扱うのが専門の疫学者で医師でいらっしゃいます。 鈴木さん引き続き続よろししくお願いします前半ヨーロッパで調べたところ PCR 検査が増えれば感染者が減るというような明白な関係はないということが分かったという話がありました、はい、で今日本ではその PCR 検査の数がえ多い時で3万件近くに増えてきているんですがえ鈴木さんはこれを大幅に増やして一般の市民が PCR 検査を受けた場合についてそれがどのような影響をもたらすかということもお調べになったんですね。はいそうですさあどんな結果が出ましたか、えっと 例えばですね、市民1万人集めまして、その中の新型コロナに感染している人が0.1%いたと仮定します。0.1%と、まあえっと1万人だと10人。そうですね、10人です。はい、10人患者があ感染者がいるという設定です。うん、で、その1万人全員が PCR 検査を受けたとしますと、はい、まあ10人本物の、えー、感染者がいるわけですけど、検査で陽性と判定されるのはいろいろな設定で一番まああり得るだろうと思うことでやってみると、まあだいた人になると。うん ししかしその12人のうち8人は、そもそも陽性の判定が間違っている陽性だった、偽陽性というんですけれど、偽陽性だったり、陽性としても感染させる可能性のない人で、PCR 検査、陽性と判定された12人のうち、本当の陽性が4人しかいないというシミュレーションが出ていますえっと、それはすどういうことですか、あの判定の精度が落ちてしまう恐れもあるっていうことも、はいえっとっていうのはその 感度が7割って言われている検査です。あ、まあ PCR に限らずすべての検査で、ね、誤差があります。えー、で、えー、陽性の人が本当に陽性と判定されるのはまだ7割前後と言われていて、はい、えっとさらにあの新型コロナの場合は。 あのウイルスがいても感染性がないあの、いわゆるウイルスの死骸って言われてるんですけど、うん、そういうものでも陽性になったり、感染させる危険が期間が過ぎても陽性になったりするというように、そういうことを勘案しますと、うん、疑わしい人があまりいない中で、たくさんの検査をすると、まあ、この誤差が大きく出てしまうっていうのが、まあ、 あのそういう性質が検査にはもともとあるんだということでございます疑わしい人があまりいない中で、たくさんの人に検査をすると、誤差が大きくなる。 検査というのは、もともとそういう性質をざいまして、疑わしい人にやれば誤差は小さくなる、で疑わしくない人にやると、その誤差が大きくなるということで、インフルエンザでも同じようなあの性質がありますインフルエンザというのは、ね、かなりわかる感じがしますよね大体、あれは症状があってからやるものですので、症状のある人というのは、インフルエンザである確率が高い、疑わしい人なので、そういう誤差は小さいです、それと同じです。 であの例えば日本なんかで<ー>あの、従来ずっとやってきたのはクラスター潰しっていうのがございますが、<ー>あのそれはまあ症状のある人とか、まあ、感染初期の人ばかりですので、まあ、疑わしいそういう集団の中は PCR の検査、まあ、非常にこの、 当たるというか、ええ、あの誤差が小さいという状況なであので成果を上げていたということですそれと逆のことが起こっているということですねそうすると、えー、疑わしい人があまりいない一般の人を対象に PCR 検査を今後大規模に行っていくと、はい どういう社会的な影響が考えられるんです、ね。まずあの一般の人で大規模に検査した場合に、まあ最終的にはいろいろな混乱をあの生む可能性があるということです。うん、一つはあの無症状で人にも感染させないようなまあいわゆる陽性判定がたくさん出る。だけどまあそういった実際はまああの。 うん感染していなかったり感染していたとしてももう感染性がなく人にうつさない状態であるというまあ本来だったらその隔離する必要がない人はまあ二週間ほど隔離してしまうということがまあ大きい問題となるだろうということですそれが一つ、はいはい、であとはまああの保健所の対応が当然増えますので、はい、まあ保健所業務がまあもともと逼迫している中でもうさらにその業務が増えるということで非常にこのマンパワー的な問題があるということですでもう一つは、うん、えっと感染性のない陽性者 がたくさん出るということはもともとそれが実際の介護や保育の現場にいる方ですからそういう現場にもまあ圧迫があるということ、えー、そして最後にまあ大学生が全員検査するようなことになればちょっとまあこれは全然違った数字の問題なんですけど、まあ、人権の問題はまあ絡む可能性があると、まあ、大体このぐらいの混乱があるかとそうかな,なかなか難しい問題が出てくるんですね。 不安解消のために PCR 検査を受けること、今後、PCR 検査が一般的になってくるとそ、そういうケースも出てくると思うんですが、最初さん、どう考えますえと私は個人的にはあまり賛成ではないんですけれども、まあ、安心のためにやりたいという考えはよくわかります、ええ、ただ、その安心のためにやりたいということに関しても、まあ、PCR に限らず、検査というのは必ず間違いがある、検査には限界があるということを知った上でやるということがとても大事だと思います。う でも現実的にその陽性だとなると先ほどおっしゃったように保健所などの対応は必要になってくるわけですもんね。そうですはい。なるほどあの。こういう結果が出て、はいえー、私ちょっとあそうなんだって驚きを持って受け止めているんですけど、はい、この結果をその周りの方に伝えた時どういう反応が 大体こういうあの私と同じような仕事をしているような、まあ、同業者というのは大体同じ考え方を持っていますので、えー、このデータを出しても、まあ、全く反対はありませんでした、まあ実際そうなっているということに関して、まあ、ちょっと若干の驚きはあっても、えー、あなるほどなということなんです。えー、っとあとはまあ他の あの私のデータ見た方々も、あこういうふうになってるんだということで、非常に興味を持っていただけた、まあ、やっぱりデータですので、えー、あのこの,そのデータそのものの中にはまあ嘘はないんですよね、うん、だから、まあ、あのデータはこうなっていると、それについていろいろな考えを持つのは、個人個人、いろいろなばらつきはありますけれども、まあ、 やっぱり検査と数はあまり関係ないじゃないかって思う人がやっぱり出たると大勢いたということでございますあと残り時間が40秒ほどなんですが、はい、感染者数を減らすために、今後の PCR 検査のあり方、はい、このデータが教えてくれているものは何だとお考えでしょうか。はいえっと よくはその分科会で方針を出しているあの通りだと思います。うん、症状のある人とまあ疑わしい人についてはもうキャパシティのある限り検査する人はやっぱりあると思います。はい、ただあの残りの検査前の確率は高くない疑わしくない人たちまあ症状のない人たちこの人たちが安心を確認するための作業になるとそういうことについてはまああのどういう検査であるかということを慎重に考える必要があるそういうことだと思います。なるほどあの症状があったり疑わしい状況の人については必要だけど安心のためにっていうのは、はい、えー、状況

デジタル庁で私たちの暮らしはどう変わるのか武田忠史解説委員に聞きますお願いします武田さんこのデジタル庁って名前はわかりやすいですけども、はい、具体的には何をどう進めていくんですか、はい、もうそれはですね菅総理大臣が先日の会見で述べた言葉に凝縮されているわけですねえ、はい、それはデジタル化の行政デジタル化の鍵はマイナンバーカードだと、うん、そして役所に行かなくても あらゆる手続きができる社会に不可欠。でこういうことを総理大臣、菅総理大臣、述べてるわけですね。で、実際、あの、マイナンバーカードは、もう来年3月には、健康保険証として使えるようになりますし、さらにその先はですね、 例えば運転免許証として使えるようになったりそれからスマホにその機能を搭載して一体化させたりといった検討も今進んでるんでででるすすねそうですか確かにそういうことは便利だというふうにも思いますが、はい、でも先ほどの総理の言葉にあった、はい、役所に行かなくてもあらゆる手続きができる社会というのは、はい どうやって実現するんですか、はい、そうなんですねまさにそこが一番重要なポイントなんですい、はい、というのも実は政府はすでにそのための専用の仕組みを作ってるんですあすでにもうあるんですかそうなんですすでにあるんですそれがマイナポータルと言われる政府のオンライン行政サービスの専用のサイトなんですね、はい、でこれはあのマイナンバーカードを使えば、えー、自分のスマホやパソコンから いつでもアクセスできて、でそこでいろんな行政手続きができるというのが目標になってるんですが、はい、実はねまだメニューは全然少ないんです。<う>今できるのは税と社会保障などのもうほんの一部の手続きだけなんですね。はい、そこで政府はこのマイナーポータルをもっと充実をさせさせて、でここで必要な情報を入力さえすれば、例えばですね。 あの一時期あの、なかなか届かないと言って大騒ぎになったあの定額給付金とか、うん、そういった給付金が、例えばここで手続きをすれば、すぐに銀行口座に入金されたり、うん、それからあの国や市町村、 の手続きはですねいろんなところに行って手続きをするというのではなくて例えばあの引っ越しをする時にあの市町村から出る市町村にもそれから入る市町村にもそれぞれ手続きが必要ですがそういったことが全てワンストップで済むようにといったようなことを ここででぜひ実現させたいとしてるわけですねスムーズになるのであればそ,のそもそもせっかくそういう、ね、目標があるということですから、はい、なぜまだこうちゃんとできていないんでしょう、はい、そこはやっぱりその省庁の縦割り役所の縦割りそれから縄張り意識などがあるためなんですね、うんはい、だからこそ今回政府はデジタル庁を作ってもうこうした壁を突破しようとしているんですね。うん、ただ一点 あのー、気になるのは、ですねこうしたデジタル化の落とし穴も今、明らかになってきていて、それはあの最近相次ぐ、えー、ドコモ口座と紐づいた銀行口座からの不正引き出し問題なんですね、はい、これはあのデジタル化、キャッシュレス化を急ぐあまり、肝心の本人確認が一部で甘くなっていた、うん、このデジタル化の隙を突かれたわけですね。はい、ですから そのこうしたその安全性の確保をうどう進めるのか、これもこれからそのデジタル庁でいろんな便利なデジタル化を進めるのと合わせて重要な焦点になってくると思います。はい、毎朝ここに注目、竹田忠解説員でした。失礼しました。七時四十四分を回っています。では続いて気象の話題。今朝の話題は海外メディアの報道チェックです。まず昨夜から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースです。 まず国連の総会が始まり22日からは各国の首脳らによる一般討論演説が始まりましたアメリカのトランプ大統領が新型コロナウイルスの感染拡大の責任は中国にあると激しく非難これに対し習近平国家主席はウイルスを政治問題化していると反発しました。 ドイツのテッドイフやシンガポールチャンネルニュースアジアなど各国のメディア米中対立を焦点に伝えていますそしてイギリスでは今月に入って新型コロナウイルスの感染が再び急速に広がっていますジョンソン首相は22日イングランドで新たな対策を導入することを明らかにしましたパブやレストランなどの営業時間を短縮するほか 働く人の職場復帰を促す方針を展開して可能な場合在宅勤務を続けるよう求める内容ですでこの措置は6ヶ月続くこともあり得るとしていますイギリス bbc が伝えています次はロシア国営テレビです北極圏の開発を進めるロシアで最新型の原子力再氷船が完成し22日サンクトペテルブルクから北極圏の街 ムルマンスクに向けて出ししましたで地球温暖化の影響で北極海の氷が薄くなったことなどからロシアは資源開発や航路の拡大を国家目標として掲げていてアメリカや中国なども関心を示す北極圏の権益争いで主導権を握りたい狙いがあると見られます。そして フランス2が伝えていますけれどもオーストラリアの南部タスマニア島でおよそ270頭のゴンドウクジラが浅瀬で動けなくなっているのが見つかりました海岸に打ち上げられてすでに死んでいるクジラがいるほか他のクジラも衰弱が進むことが懸念されていて地元当局が救出作業を急いでいますさあ続いては気になるニュースアメリカの話題なんですけれども 先週18日アメリカ連邦最高裁判所のリベラル派の判事ルース・ベーダー・キングバーグ,キンズバーグ判事が亡くなりましたキンバーグ判事が亡くなりました87歳高齢、まあ、に加えて、まあ、2度のがん病などもともと健康状態は心配されていたんですけれどもこのタイミングで亡くなったということが、まあ、大統領選挙に絡んで、まあ、注目に拍車をかけています。 ニューヨークタイムズの記事などをもとにその背景を今朝はご紹介したいと思いますまずギンズバーグさんがどういう方かなんですが連邦最高裁の史上2人目の女性判事です女性の権利拡大に尽力したリベラル派の弁護士として活躍した後93年にクリントン大統領に指名されましたまあその人生は映画 Believe 未来への大逆転や 「RBG 最強の85歳」というドキュメンタリー映画などにもなっていますので、まあ、ご存じの方も多いかもしれません。でなぜ、まあ、注目されているのかなんですがあのアメリカの最高裁判事は終身制です。まあ、本人が亡くなるか自ら退任した場合のみその時の大統領が後任を指名して、まあ、議会上院で承認するという手続きを経ます。で現在判事 定員9人なんですけれども、えー、保守派が5人リベアラル派が4人とこれ、拮抗していたんですが今回、ギンズバーグさんが亡くなったことで5対3となりましたでもしトランプ大統領が保守派の公認を選べば6対3と均衡が崩れます。でまあ、最高裁はですね重規制の問題や 同性婚、まあ、人口中絶問題など社会を二分する問題に司法として最終的な判断を下すんですけれども、まあ、残った判事の年齢を考えますと、まあ、今後10年、20年場合によってはそれより長くです、ね、保守化が進む可能性があるということなんですね。で後任について、まあ、トランプ大統領はどう考えているのか。 トランプ大統領、速やかに公認を指名したいという姿勢で、二十一日、フォックスニュースのインタビューでは、今週金曜日か土曜日、二十五日か二十六日に公認を指名したいと述べています。でトランプ大統領、女性を選ぶ方針なんですが、すでに面会して最有力候補だと報じられているのが、シカゴ高等裁判所判事のエイミー・バレット氏。カトリック教徒で強硬な人口中絶反対派。 バイデン氏にリードを許しているとい見られているラストベルトのカトリック票を確保して巻き返しを図りたいという計算があるとの分析もありますもう一人の候補はアトランタ高等裁判所のバーバラ・ラゴア氏これキューバ系のアメリカ人ということでいい大統領選挙で落とせないフロリダの有権者にアピールできるという計算があるとニューヨークタイムズでは分析していますこれに対してです、ね、バイデン氏をはじめ民主党は 公認は11月の大統領選挙の勝者が指名すべきだと強く反発していますで民主党があの強く反発するのには実は理由がありますオバマ大統領の時2016年の2月保守派の判事が亡くなりましたしその際,その際上院で多数派の共和党はです、ね、大統領選挙直前であることを理由に公認は新しい大統領が指名すべきだと主張して 結局その通り、まあ、選挙の後トランプ大統領が示しているんですねで今回は2月どころかさらに直前の、まあ、ほぼ40日前なんですけれども、まあ、共和党は速やかに承認する構えを見せているということなんですねただあのロイター通信などの世論調査によりますと62%が公認は大統領選挙の後に決めるべきだと答えています また議会上院100人定員なんですけれども現在、共和党53人民主党計47人ですがあのニューヨーク・タイムズによりますと民主党だけでなく共和党の中にも後任は大統領選挙後に選ぶべきだと考えている議員が複数いるということです。 まあ、あの公認を早く決めてしまいたいというトランプ大統領の思惑通りに進むのかどうか、えー、不透明な状況ですがこの問題、今週これから議論を呼びそうです。以上ワールイでした台風12号 日本の南の海上を北上して、明日から明後日にかけて東日本や北日本に接近する恐れがあります。で、この台風の接近に伴って前線の活動が活発になり、これから明後日にかけては東海や関東甲信、東北の太平洋側を中心に雨が強まり、大雨となる恐れがあります。あのすでに今年7月に九州を中心とした豪雨。それから台風10号の被害もありましたので。 心配ですよねそうですね。そこで今朝この時間は今やっておきたい台風大雨への備えについて危機管理アドバイザーの国崎信恵さんにお聞きします今月6日にお送りした暮らしの危機管理のアンコール放送です聞き手は渡辺ひとみキャスターです国崎さんおはようございますおはようございます今回のテーマは台風大雨への備え 今できることは何かです国崎さんは7月豪雨の後九州に出かけて被害の状況について調査を行ったと伺いました今回特にどんなことが見えてきましたかはいぜひ忘れないようにしたいポイントが2つあります1点目は全状降水帯という言葉をよく耳にしたと思うのですが この線状降,いい降水帯というのは短時間に大雨をもたらす積乱雲が次々に発生して帯状に連なって広範囲に長時間激しい雨を降らせるものです。 もうこの積乱雲はですね予測しにくい雲なんですねこの積乱雲が集まってできた線状降水帯も移動するのか停滞するのか予測するのが非常に難しいという実情があります動きの予測が難しいということは具体的にいつどこでどう雨が降るのかつまりどんな被害が出そうかという予測もこれも難しいということですね おっしゃる通りなんですですから必ずしも国や行政の災害情報や避難指示が間に合うとは限らないというふうに考えて早め早めに行動することが命を守ることにつながるということもうこれを忘れないでいただきたいと思っております。まあ、これがポイントの1つ目でです自分で考え動くと これふ、まあ、普段から大事なことですけれども災害時には早く決断できるかどうかが命に関わわってくるわけですよね、えー、国崎さんでは豪雨災害で忘れないようにしたいポイントの2つ目です。 2つ目は、雨は突然、恐ろしい降り方になるということです。まあ、例えば、この今年の7月豪雨で球磨川が氾濫した人吉市では4日の午前1時には1時間の雨量が20ミリであったのにその1時間後の午前2時には1時間の雨量がなんと60ミリ以上を観測するなどいきなり3倍以上の雨が降りました。 このように雨の降り方が急変し瞬、ま、く間に状況が一変する恐ろしさを私たたちは知りました 1>, 1時間で3倍以上の降水量で、しかもあの日は土曜日で番組が始まる直前でしたのでよく覚えているんですが未明の、つまりまだ暗いうちの出来事でしたよね。そうなんです 私がまあ今回とてもつらく思っているのはこの雨の急変に気づきにくい時間帯での出来事だったということです人吉市全域に避難指示が出されたのが午前3時30分でしたがおそらく寝ていて気がつかなかった人ま仮に気づいていても ま暗くてて外の様様子子が分からず様子を見ていた人、避難しようとしてもすでに道路が冠水していてその流れが速くて怖くて逃げられなかった人も少なくはなかったのではないかと思います。もし私がその状況に置かれていたとして果たして自分は無事に避難できたんだろうかって考えると本当に難しい状況であったと思います。 暗いというだけで判断するために必要な情報を得ることが難しくなりますし恐怖心やためらいというのも想像がつきます深刻な状況の中で高度な判断が一人一人に求められるわけですねもう一度2つのポイントを押さえますと線上降水帯の発生は非常に予測が難しい上に雨は突然恐ろしい降り方になりそれが24時間いつ起こるかわからないということ これれを忘れてははいけませんん崎さんではその上でですね私たちが今できる備えにはどんなことがあるでしょうかはいまず事前にスマートフォンに自分のいる位置での雨の情報を教えてくれる防災アプリを入れていち早く異常に気付けるようにしておくことだと思います。 特に高齢の親が浸水や土砂災害の危険地域に住んでいるという場合にはアプリに親の住所も一緒に登録しておきいざというときにはすぐ親に教えてあげられるようにしておくと安心ですこれもちろん親だけではなくて自分もその浸水や土砂災害の危険地域に住んでいるのかどうかということこれを今のうちに改めて確認しておく必要がありますね。はい そのの危険性を事前に知るることががでできるのがハザードマップですもし自分のお住まいの地域のハザードマップをまだご覧になっていない方がいらっしゃいましたらぜひ今日にでも確認しておいていただきたいです。というのも今年の7月豪雨を受けて防災科学技術研究所がこんな調査をしています。 人吉市内の被害の実際の様子やどこでどれくらいの深さで水に浸かったかを写真で記録しそれを人吉市の洪水ハザードマップで示された被害の想定と対比させてみたところ洪水ハザードマップは実際の浸水被害を比較的正確に予測していたという結果が出たんです。 ハザードマップを事前に確認して避難行動に結びつけることこそがいかに重要であるかということがわかかるかと思います。自分たちがどんなリスクのある場所に住んでいるのかをまず理解しておくこといざというときはそこでリアルタイムに何が起きようとしているのかを情報ツールを活用してすぐにわかるようにしておくことが今でできる備えなんですね。その通りです。 そして以前、この時間でも触れましたように避難する場所を分散させるため安全な場所に住んでいる親戚や知人など頼れる人がいればそこに避難することも考えてください場合によっては24時間営業している施設に避難するのもいいでしょう受動的な避難ではなく能動的な避難行動で自分の命も誰かの命も守ることができる。 そのために今できることを今しましょう国崎さんありがとうございましたありがとうございましたこの時間は暮らしの危機管理のアンコール放送をお届けしましたお話は危機管理アドバイザーの国崎信恵さんでした ジャーナリスト篠原丈一郎さんです。篠原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。心配なのがやはり台風ですね。これね、だから、連続してこういうの来てるんでね。はい。ダメージを受けたところに、また来るから、本当心配なんですよ。そうです。はまあ、あの、先日来たのが台風10号でね、この影響をかなり西の方が受けて。はい。いまだに、行方不明の方が見つかってないという状況です。ね。土砂崩れて。それであの、ダメージを受けるって、例えばね、山にはもう、水が溜まってたり。あの、崩れたり。 してるところは、えー、自分復旧できてないんですよね。えー、引き続き危険地帯になってるんでね。はい、あの引き続き皆さんがね。あの早めのね。警戒をして避難をするということは大変になると思います。はいえー、この台風12号ですけれども、会場北上していまして明日24日から25日金曜にかけて東日本や北日本にかなり接近する見通しです。 台風12号午前3時には日本の南の海上1時間におよそ1 5ロまあ、これゆっくりなんですね自転車並みと表現されてますの速さで北北東に進んでいます中心の気圧975ヘクトパスカル中心付近の最大風速30メートル最大瞬間風速45メートル台風今後次第に進路を東寄りに変え明日24日から25日にかけて東日本や北日本にかなり

これから25日にかけて近畿から東北の太平洋側中心に雨が強まり大雨となる恐れがありますえ今日夕方から明日夕方までの24時間関東甲信伊豆諸島で200ミリから300ミリ25日にかけてさらに雨量が増える恐れがありますあと台風の接近に伴って東海から東北にかけての太平洋側 風も強まります。大しけとなるところもある見込みで、明日24日の最大風速20メートルから24メートル、最大瞬間風速25メートルから35メートルと予想されています。気象庁前線に前、前線による大雨に警戒するとともに、最新の台風情報を確認して、早めの備えを進めるよう呼びかけています。 これ篠原さん、心配なのが台風12号の進路の先千葉県の鋸南町とかあるんですいわゆるのもね昨年来ですよ繰り返し被害を受けてねこの間、また私、行ったんですね、仕事で。ねしたらやっぱりまだブルーシートのうちも多いんですよ台風15号のねそういうところにまた来るっていうのはねもう警戒必要ですよね、特に雨もね今回秋雨前線と一緒になってますんでドカンと降る恐れがあるんで。 はい、本当にあのー まあ地域ごとのね情報をよく見ていただいて早め早めの対象していただく必要がありますね、えー。これ決して人事ではなくて、この去年の台風十五号千葉にじゅ上陸しました。まあこれで七万棟の被災住宅が被災して、あの例のゴルフ練習場の鉄柱が倒れたりとかね、水道電気インフラにも復旧まで相当の時間かかるという被害が出ました。うん、で、えー、先ほど篠原さんもおっしゃってましたこの屋根が破壊されて、えー、ブルーシートが未だにかかったまま、うん。 1>, 1年以上経ってもまだ。 なかなかね、えー、今こ高齢化してるからね、はい、収入もね、えー、働いてる現役時代これぐらい減ってますからね、えー、大変なんですよその辺はちょっと手当てが早く必要ですね、えー、そうですねはい、はい、えー、そして、えー、もう一つ産経新聞の記事ご紹介しますえー、国交省とですね気象庁が別々に運用している河川のえー、この洪水危険度というのがありますがこれを示すためのインターネット上で公開している情報統合して一体運用することが分かりましたかつ 線の防災情報をめぐっては気象庁の流量この流れる量ですねこの予測が国交省を中心に発表される指定河川洪水予報に全く反映されず100年に一度規模のこの水位の上昇予測されても、えー、生かされないことなどが、えー、この縦割り行政の弊害として問題されていましたまあ、このあたりを何とか解消しようではないかということですただじゃあ今日の明日というわけにもいかないでなる なるべく早い段階と,と早くしてほしいですよね、えー、これね、あの人吉のね水害がね、えー、あの南九州でもあったように、ねはい、こんなことやってなかったのかって話なんですよ、要するに簡単に言っちゃえばね、ね、えーえー、気象庁は降る雨の量で予測すると。はい <laughs> 国交省はですね、川で流れてる水量で予測すると、これが一緒にならないと利用する側にとってはね、地震の危険情報にならないわけでね。これは先にねデータ交換してね、今も解析もコンピューターでやるんですから、人でもいらないんでね、そういうことは早くやってほしいですね。そうですね。データ交換できるはずですからね。いや、全然できますしね。ねえ、こんなこれくらいの雨が降ればこういう被害が出るよってお互いに持ってるわけだから、それを共有して加味してね、あのこれくらい危ないですよっていうのをね、あの提供できる情報提供できるシステム早く。 構築すするる必要あると思います仮でもいいですからまずはなんかこちらにもねデ、はい、ーターいただきたいですよね,いすねはい、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてくださいメールは「テラ− j o q r − d o t n e ファックスは東京零三五四零三一一五一。ツイッターも受付中です番組のツイッターアカウントは「テラハッシュタグは t e r a −一1 3たくさんのメールファックスつぶやきお待ちしています お寄せいただいたメールファックスつぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農新潟から大玉で香りの良さと上品な甘さが特徴の美味しい新潟県産日本梨新鷹をプレゼントします当選者の発表はエンディングで時刻6時7分です文化放送おはようてらちゃん活動中今朝も7時までお送りしていきますではこれまでに入っているニュースをお伝えします 台風12号は明日からあさってにかけて東日本から東北地方に接近する恐れがあります気象庁は土砂災害低い土地の浸水河川の増水や氾濫暴風や高波に警戒を呼びかけています菅総理大臣は昨日ドイツのメルケル首相や EU ヨーロッパ連合ミシェル大統領と個別に電話で会談し 安倍前政権が掲げた自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力で一致しました菅総理大臣は中国習近平国家主席との電話会談をあさって実施する方向で最終調整に入りました延期されている習主席の国賓としての来日についても意思疎通を図ると見られます アメリカトランプ大統領は22日国連総会で一般討論演説を行い新型コロナウイルスについて中国が世界に拡散させたと指摘し国連は中国に責任を取らせなければならないと非難しましたアメリカでの新型コロナウイルス感染症による死者が22日累計で20万人を超えました 流行の収束は見通せず、今年11月の大統領選挙に向け、今後の対応が争点の一つとなっています。人気グループ TOKIO の元メンバー、山口達也容疑者48歳が、昨日、道路交通法違反、酒気帯運転の疑いで逮捕されたことが分かりました。山口容疑者は調べに対し、容疑を認めているということです。続いてスポーツです。 プロ野球の結果パ・リーグ楽天対ロッテは12対4で楽天オリックス対ソフトバンクは1対0でオリックス日本ハム対西武は5対1で日本ハムセリーグ巨人対広島は5対4で巨人中日対ヤクルトは3対0で中日阪神対 d n a は6対3で阪神が勝ちました。 大相撲秋場所10日目、大関貴景勝は関脇大栄翔を下して勝ち越し、2敗でトップを守りました。秋場所は10日目を終えて、2敗のトップに貴景勝と正代、若隆景、大野翔、それに新入幕の翔猿が並んでいます。以上ニュースをお伝えしました。時刻6時10分です。9月23日水曜日。 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、篠原浄一郎さんです。改めて篠原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろニュースが入ってきています。篠原さんにお話を伺う、このコーナー行きましょう。ニュース、目玉焼き。まずはこちら。産経新聞、コロナ倒産500件超える。 新型コロナウイルスに感染した企業倒産件数、負債1000万円以上が、連休前の9月18日までの累計で500件を突破しました。6月以降は減少傾向続いていましたが、政府の緊急事態宣言の全面解除後に、新型コロナの感染者が再び拡大した影響もあって、9月、倒産ペースが前の月に比べ加速しています。政府の資金繰り支援で何とか持ちこたえている 企業も多いとみられ来年にかけて息切れ倒産が急増する懸念ぬぐ、えー、えないと産経新聞報じていますまあ、じわじわと倒産件数が増えていますが、えー、篠原さんこの現状をどうご覧になってますか これはもうね、はい、あの、従来型のね、商、はいえー、まあ、業態っていうかね、商売の形態ではね、持ちこだえられないっていうこともまた示してるんでね。えー、だからその業態、例えばまあ、あの、このコロナ感染対策をね、はい、飲食店で整えるための支援とかいろいろやってるんですけどね。えー、でも、まあ、要するにもう、今まで通りの商売ができないし、はい、い,い。例えばあの、飲食店でもね、これだけ今まであった数ではね、はい、お客さん来ないよと。えー、もうかなりもうデビカえてますからね。えー、これ変わんないと思うんですよ、簡単にね。 そうしたらやっぱりね、業種転換ということもね、含めてね、え、あと、辞める人のね、やっぱり転職も含めたね、支援っていうのをね、え、あの、入れないと、個人的にはですよ、8月のその自殺者が相当増えてると、比べるとね、いうこともあるんでね、そういう個人にもちょっとね、え、動向を見たね、対策が今必要だと思いますね。ええ、まあ、店を畳む、そしてそこから転職するにもお金かかりますね。そうなんですよね。まあ、再教育、まあ、そういうことをね、過去やってきてますけどね、あの、リーマンの時もね、 転職支援でやりましたけど、それがまあ今求められてるでしょうね。はい。まあ、あの、その、例えば、飲食業の方々なんかはね、お客さんがあんまり来ないからと言って。え例えば、お持ち帰りにするとか、いろんなこう工夫をしてるんですけども。はい、それでも、なかなか厳しいん、ね。なかなか厳しいですよね。えー、だって、弁当屋さんっていうのもともとあるわけですから、ね。そうですね。からそういうことを考えたらね、はい、ある部分で、その。急,急に、そういうことをやっても、ある部分が供給過多になっちゃう。ね、はい、悪循環を繰り返しているわけですよ。えー、ですから、これ、やっぱりね。 えー、アフターコロナのね、はい、えー、まあ、経済形態というのを見、見通したね、えーえー、まあ、企業対策及び個人の対策ね、特に個人業者っていうのは多いわけですよ、えー、飲食業ね。はい、そこはやっぱり見た上でのね、細かい対策を取る必要があると思いますね。はい。さあ、そしてこういう話もあります。これ、読売新聞ですが、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化した上場企業の早期希望退職の、退職の募集が増えているという記事です。東京商工リサーチによると、 9月14日時点で募集人数すでに1万人を超えました。年間ではリーマンショックや東日本大震災後に次ぐ規模となる見込みです。東京商工リサーチ、政府の雇用調整助成金の特例措置が12月末で終わるため、年末から来年にかけて募集に白車がかかる恐れもあるとしています。えこういうふうにこの早期希望退職の募集、企業側の動きですが、篠原さんどうでしょう これ、例えばですね、今、旅行がもうかなり減ってですね。はい。あの、ま、格安航空路線ですよね。LCC のね、パイロットが全員、こう、早期希望退職の対象になると。いうようなこともあるからね。はい。もう、業種によってはもうどうしようもないってものあるんでね。先ほど申したように、まずやっぱり転職とかね。ええ、新しいその雇用の受け皿をどう作るかということも含めてやらないとね。これはもう、どうしようもないですよね。雇用調整助成金っていうのはね。とりあえずこれでしのいでねっていうことでは、あの、出すお金であって、 ね、はい。あの、これが、業態が変わったままね。 え、期限が切れたらもうダメってことになっちゃいかねないんでね。はい。そこを見通した対策が必要になってくると思いますね。ええー。まあ今お話し出ました LCC、格安航空のね、それでも、本当は気持ちとしては維持していきたいんだけれども、もう維持できないってことなんですね。維持できないですよ。だってもう、えー、国内線がもう半分になってるという状況じゃもう競争どこの話じゃないですよね。えー、飛ばせば飛ばすほど赤字ってことになっちゃいますから、はい、こういうところをね、ちょっと見据えたね、え、政策をちょっと考えないとダメです。はい 一時はねパイロット不足でもうとにかくかき集めていた時代もあったんですがねそうなんですかね、えー、LCC そのもののあり方もね見直さないとちょっと無理ですねこれはねそうなんですねはい続いてはこちら「朝日新聞全世界から入国来月再開」 政府は来月初めにも全世界からの新規の入国の受け入れ、一部再開する方向で検討に入りました。ビジネス関係者に限らず、3ヶ月以上の中長期の滞在者を主な対象として、観光客は除外です。政府は現在、世界の159の国や地域について、日本からの渡航中止を勧告し、外国人の入国は原則拒否しています。これまでは例外措置として、環境状況 の落ち着いていてるアジアなどの16の国や地域を選んでビジネス関係者の往来再開に向け交渉してきました。 このうちタイやベトナムなど7つの国や地域との間では7月末以降長期滞在者の往来が再開しています。これを受けたこの感染拡大、現時点ではこの感染拡大が見られないほかですね、欧米などの要請もあって全世界からの入国を緩和する方向となりました。まあ、少しずつ解禁というこの運びなんですが、これは下原さんいかがでしょうかこれはね、あのビジネスの方はね、本当にね、はい、あのー、 安全策を取った上で解禁しないと、経済成長をね、回復することはできないですよね。そういう重要な要素であると。ですから、これはね、逆にアフターコロナで本当に立ち直るためにはね、必須の課題なんでね、これをまだこれ、1年我慢しろって言ったら相当厳しいことになりますよね。雇用の問題もね、見直さなきゃならないということになりますからね、これは必要な措置だと思いますよ。観光客は除外ということなんですが、これはまだしょうがないですかね。これはって あの、会社だとね、統制聞きますけどね、はいえー、観光客だと十分にね、まだね、ねあの統制聞かないですからね、はい、あの相当この間あの、日本の場合増えてきたっていう問題があります。特、はい、に比べたらやっぱり3倍ぐらいね、えーあの、入国する観光客増えたんですね、去年までね。えーはい、そういうことを考えるとね、体制を十分ね、取れるようにして、はい、<laughs> で実際にコロナのね、 え、閉塞が見えた段階でね、あの、全面解禁ということになると思いますね。はい。え、その入国拒否の例外を拡大する形で、人数や条件の面で制限はかけつつ、対象の在留法人、え、在留資格や、え、地域を広げるということです。え、これまで16の、この国や地域とも、長期滞在者向けの在留資格、ビジネス関係に限る前提で交渉してきました。え、新たな緩和始まりますと、全世界対象に医療で ですとか教育文化活動などすべてのこの中長期の在留資格を認めていくことになります短期滞在これも一部受け入れますが観光客は認めないとで新型コロナウイルスの感染拡大防ぐため2週間待機などの条件は求めて入国枠も最大1人最大1日1000人程度に絞るということですまあ、これはその検査の関係とかで、まあ、このくらいがもう限度と まあ、それくらい限度でしょうね。はい、まあ、だから、従前ですとね、はいえー、3000万人ぐらい入ったわけですよね、年間ね。はい、それ比べたらですね、えー、これはかなり絞った形になりますんでね、えーえー、これをまあやっていくってかなり厳しいですけどね、えーえー、様子を見て、また来年を望むということでしょうね、はい。続いてはこちら。産経新聞、日本と中国の首脳、あさって電話会談。 菅総理が中国の習近平国家主席と総理就任後初となる電話会談、あさって25日実施する方向で最終調整していることが分かりました。総理が就任の挨拶をするとともに、両首脳日本と中国が重要な隣国、隣の国であることを確認して、懸案も含め意思疎通していくことを確認すると見られます。初の電話会談ということなんですが、これ、篠原さん 疎通していくっての、これ何するんですかね。いや、これはもうね、ええ、あの、例えば、第一次安倍政権の時ですけどね。はい あの時は実はその前のあのー、小泉さんが相当日中関係壊しちゃったなんでね、<laughs> ええ、真っ先に訪問する先が中国だったですね、安倍さんはね、当時。第一時の時はね、ええ、まあ第二時の時もね、ええ、早めにこう電話会談やってたと思いますけどね、はい、やっぱり重要な隣国であるっていうのは間違いないとこなんですよね、経済交流の面でも、ええ。ただですね、ええ、この間尖閣の問題その他含めてですね、ええ、悪化してるということもあるんで、まあ、その状況も踏まえてね、 ええー、医療士のちゃんと話し合う措置は作る必要があると思うので、これは必要だと思いますね。はい、えーまあ。新型コロナウイルスを理由に延期している習近平国家主席のこの国賓待遇での来日。まあ、これがこの話題になる可能性もありますが、これどう言うんでしょうね。えー、日本側は考えてないと思いますよ。はい。うん。まあ、あの、例えばですよ、えー、あの二階幹事長がこの間講演されてね。はい。あの国賓待遇でまたやるんだと。 今、日中間は春の時代だと、全然それずれた感覚でね、ええ、あの、それはないと思いますね。むしろですね、私はあの心配してるのはね、あの、向こうの側からね、台湾との交流をちょっとね、 え、限ってくれと、えー、いうことをね、言う可能性がある。えー、その辺はちょっとどれくらいの備えがあるのかなってのが気になりますね。ええー。で、じゃあ、限ってくれって言われて、じゃあ、どう対処するかですもんね。いや、だから、難しいですよ。えー、一つの中国の立場については変わんないけどっていうんでしょうがね。ええ、はい。まあ、これもやっぱりいろいろ協力関係があるんでね。はい。一卒を図る必要があるんですよ、と。えー、う正式には言わないけど、電話会談ぐらいはっていう言い訳はするかもしれないけどね。えー、あまり踏み込むとね、これが全面的に悪くなるというかね。はい。相当不快感をね、はい。出してましたんでね。はい はいえー、これはかなりなり鍵にると思いますね、はいえー、菅総理、中国公戦による尖閣,諸島尖閣諸島周辺への領海侵入ですとか、香港問題を話題とするかも焦点と見られています。まあ、新型コロナウイルス感染症の対応では連携を図る考えで一致すると見られていますが、えーまあ、この尖閣諸島問題ですけれども、これはどういうんですかね。 ホットライン作るってなってるんですよ。い。あの、いわゆる不足の事態で、両者が衝突しないようにということで、ホットライン作りってのはずっとですね、課題になって10年以上話をしてるんですが、まだ確立してないんですねまだなんですこれを確立するっていう話にとどまるんじゃないかなと。ただ確立しないんですけどね、なかなかね。で、まあ、あとはコロナウイルス関連。香港の話はおそらくね、踏み込まないと思います。じゃ香港を踏み込んだら、次は台湾、次はあの、民族問題で南モンゴルやウイグルって話になるんでね。 そうなるとですね、もう相当対決をいか、あの、決意しないと無理ですから、ええ、多分これは踏み込まないなと<ー>、見てますね。まあ、あのー、おそらく中国側としては、日米、まあ、分断とまでいかないまでも、アメリカに不快感、ちょっと味わわしてやるかみたいなところも狙いとしてはあるんですよね。そうなんですね。で、私、本当にさっき繰り返しになりますけどね。はい 日本からね、台湾問題での現地を取ろうとすると思います。と、はい、いうのはね、ええ、アメリカの政権の方がですね、今のトランプ政権はですね、え台湾の国連加盟について支援するっていうことを <coughs> 明らかにしたんですね、はいえ。ということはですね、もう二つの中国論で行くっていうことでえ、これに日本も立っちゃうというのは一番困るんですよ。うんはい、だから、台湾についてはね、ええ、正式国交を結ばないだろうなと、はい、そこに進むなよっていうところの現地を取ろうと全面は、全面的にね、<ー>力を上げてくると思うんで、ええ、これをどうね、えー、クリアするかっていうのを ううはあ菅さんの手腕の問われるところだと思いますよ。はい、はい。以上ニュース目玉焼きでした。この時間篠原さんにはこの話題でお話しいただきます。安保法制成立から5年、菅総理と憲法改正。 集団的自衛権行使を一部容認する安全保障関連法が成立して、先週土曜日で5年となりました。この間、日本周辺で自衛隊がアメリカ軍のこの艦艇ですね、あと航空機を防護する活動件数というのは増えまして、日本とアメリカの軍事面での一体化は進んでいます。中国が東南シナ海への進出を図る中、菅政権も安倍政権に引き続きアメリカと を総務的な関係を平時いつもからいつもからですね構築することで対抗する考えということなんですがこのあたり篠原さんいかがですかはいあのー、安倍政権がですねはい、えー、これは2014年にねはい、えー、現憲法下の元でもね え、集団的自衛権の行使はね、はい、えー、条件限ってできると。決めて、はい、で、2015年にね、まあ5年前に法制化がなされたんですが、はい、これ安倍政権の大きなテーマだったんですね、えーで。現実にやっぱりこれ変わってきますとね、あのー、アメリカとの関係、協力関係は一層ですね、進んでですね、はい、今はアメリカと一緒にですね、どっか侵略してるわけじゃなくて、えー、国際的な平和をね、あの、維持するための活動が主なんですが、はい、あそういうことではね、かなり有効性が分かったと。えー、でただね、これ国会対策で 通すためにね、かなり緩い部分もあるんでね、これをもう一度ね、きちっと穴を埋めてね、もう問題なくね、関係がうまくいくような調整っていうのが、今、菅政権には求められてると思いますね。まあ、それまではね、変無的なんて言われてたものが総務、お互いにということになったってことですよね。平時から構築するとおっしゃってるんですけどね、これね、皆さんがね。でも今、平時と有事がね、区別がつかないように国際情勢の特徴なんでね、これはもう早急にね、あの、穴、穴、 穴とか漏れがなくね、お互いが協力できるように安全を守れるようにっていう関係に早くね。 えー、岸と確立することは必要だと思いますね。はい。え、ところで、岸防衛大臣は閣議の後の記者会見で、平和安全法制により、日米同盟はかつてないほど強固になった、防衛力、抑止力、対処力も向上し、地域の平和と安定にも寄与していると発言しました。共産党田村政策委員長は、米軍が攻撃を受けた時に自衛隊が一緒に武力行使を可能にするために、安保法制が作られたと発言しました。 この発言は、篠原さん、いかがですかいや、これは、だからね、ええ、私からすれば、そうでなくちゃ困るんですよ。はーはー日米同盟なんでね。はい、だからこれは当たり前の話なんだけど、ええ、ただ、田村智子さんね、私の後輩秘書であるんですが、はい、あのー、武力行使が簡単にできる。 っていうのは、不正確な理解で、国会論議の上でもこれ間違うと思いますね。はい、そうではなくてね、あくまで武器使用なんですよ。これがね、はい、実は逆に、私は自衛隊の弱点になってると。はい、これは本当にね、武力行使ってのは組織の命令で、組織が武力行使できるっていうね、はい、ところが武器使用。武器使用は個人の判断ですからね。はーはーこの辺のね、限界を超えなきゃならないと、えー、いうことが今課題なんですね。えー、で、私はですね、その辺、共産党もね、自衛隊の存在を認めてるわけだからね、はい、これ認めるってことはね、えー、あのー、 あのの以前のですね政策委員長だった私と一緒に共産党辞めちゃった、あの、筆坂秀夫政策委員長のもとで、<えっ S 1> 私もお手伝いしてやったんですがね、はい、もう今自衛隊の存在を認めたらどう有効に働くかっていうのを積極的にね、えー、提案する立場でね、こういうことを言ってほしいですね、私は。はい。はい、安保法制の強行採決から5年となったこの日、戦争法の廃止ですとか、会見の阻止、<laughs> 市民と共野党のこの共闘で新しい政権を作ろうとアピールする行動が全国各地で行われました。えこちらに には共産党の新委員長も参加したようです、ね、うん、だからこれ誤解でしてね、戦争法って言い方共産党が発明してね、はい、今あの、立憲民主党の方とかね、えー、皆さんお,おっしゃるんだけどね、えーもう、まさにこの法律が戦争をもたらすよかのような宣伝をしてるんですが、はい、それは違うわけでね、えー、国連の力とか国際的なね、あの協力の中でバランスが崩れないようにするっていうのはね、はい、今回の法律の立場なんでね、えー、これバランス崩れたところからね、外国から戦争の火の粉って振りかぶるんだと。はい それは尖閣の状況で分かるわけです,よですね。そういう点ではね、こういう、もうちょっとね、はい、踏み込んで理解すると、なんかこれ、政局のためにやってるような感じがして<ー>ならないです、私はね。えーえー、そして、安倍前総理はですね、その、辞任する前に、えー、ミサイル防衛を含む新たな安全保障戦略について、今年末までにあるべき方策を示して、厳しいこの安全保障環境に対処、対応するという、こういう談,談話を発表しました。これ、年内結論 出るのかどうかですねあの。ある程度方向性出るし、あそうですか、えー、これね緊急課題なんですよ。要するにミサイル防衛はね、はい、削減地攻撃って言いましたね。ええ、あのあくまで、えー、防衛権の要するに個別的な自衛権のね発揮なんだけども、はい、あの形としてはね、うん、あの要するに準備して発射の直前に攻撃するってこともあり得るんだということですからね。かなりね踏み込んだ中身になると思います。はい、これは本来ですね。ええ、この間の総裁選でもね、えー、反対してたのが石破さんなんですが、僕はね石破さんもおか。 ししいいななと思うののののはは削減地攻撃って言い出したのは防衛庁長官の時の石破さんなんですよね、はい、だからそういうことをね、現実的に見た場合ですね、今、北朝鮮の状況を見るとね、必要なことなんでね、これは早急に、これ、まあ、反対も含めてね、議論すべき課題だと思いますね。はい。まあ、果たしてその先、菅総理が憲法改正まで踏み込むかどうかのあたりも注目の一つですね。そうですね。はい、これはだから、長期政権になれば可能性はありますし、そうあるべきだと思いますが、何しろね、あの、新型コロナがありますんでね、それが決着しない また後ほどお話伺います「おはようテラちゃん」活動中今日もあなたからのメールファックス受け付けています

今朝もいろいろニュースが入ってきていますが心配なのが日本,日本列島に向かっている台風12号です。この台風12号、日本の南の海上を北上し、明日24日から25日にかけて東日本や北日本に接近する恐れがあります。また前線の活動活発となるため、25日にかけて太平洋側を中心に雨が強まる見込みです。土砂災害、低い土地の浸水などに警戒が必要です。 気象庁によると、台風12号23日、今朝3時にはですね、日本の南の海上1時間におよそ15キロの速さで北北東に進んでいます。まあ、この15キロの速さよく自転車並みというスピードというふうに表されますが、例えられます。で、中心の気圧975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速30メートル、最大瞬間風速45メートルです。台風今後次第にに進路を東寄りに で、この台風の接近に伴って前線の活動が活発となります。これから25日にかけて、東海、関東甲信、東北の太平洋側中心に雨が強まり、大雨となる恐れがあります。 で、えー、明日の朝までの24時間に降る雨の量、いずれも多いところで、東海と伊豆諸島が200ミリ、関東甲信150ミリ、東北で80ミリと予想されています。その後25日の朝までの24時間は、関東甲信200ミリから300ミリ、東北と伊豆諸島が100ミリから200ミリ、東海で50ミリから100ミリの雨が予想され、25日にかけてさらに雨量が増える恐れがあります。 まあ篠原さん、これ、台風のこのスピードが遅いですので、えーまあ、それに加えて、その前線もありますから、雨がずっと続くってことなんです,、ね、ですね、じっくり雨降っちゃう感じですよね、はい、だからこれ、本当に、ね、注意しなきゃいけないんですけど、この間のね、はいえー、災害も含めてね、はい、被害を受けたところは余計に注意が必要ですしね、早めの。えー まあ避難ということしかないですよね、はい、抜本的に今対策取れないですからね、えー、その辺は本当に情報を注意していただいてね、はい、早めの判断をお願いしたいと思いますねはい。えもう一つ毎日新聞です新型コロナウイルスにより延期となった東京オリンピックをめぐって IOC 国際オリンピック委員会バッハ会長22日に公開した書簡で開催への意欲表明しましたバッハ会長はオリンピック精神オリンピズムとコロ na というこのお所簡で、スポーツはパンデミック、世界的大流行と戦う上で不可欠な要素だと広く認識されている。制限下でも大会を安全に組織できることが分かってきた。このことはオリンピックを含む今後の大会準備に自信を与えてくれるはずだとコメントしました。またスポーツ活動の再開は選手やスポーツ団体だけでなく一般にも好意的に受け止められていると指摘、年内にもワクチン 利用可能ににになななるるるとの見見通しししし触れれて慎重でであありつつも楽観的な見方ををするには十分な理由がが期待感を示しましたこれいかかょうかまあちょっと申し訳ないけど、アドバルンって感じがしますね。はい、というのはね、オリンピックっていうのはね、いろいろなね、半券、はい、を売ってですよ。はい、あのー、まあ、イベントとして盛り上げながら商業的にね、かなり利益を得るっていうことがね、もう重視されてきちゃってるんでね、はい、これ止まるとですね、彼らお金が入んなくなるっていうことが一番の問題になるんですね。えー、大損害になるのは間違いないんです。はい、ただですね 今、えーあの、参加予定国がですね、選手の調整とかそういうのはできないと、えー、いうこともあるんで、はいえー、初犯の事情を見てね、まあ、まだ判断できる段階じゃないと思いますよ。はい、年明けでしょうね、判断はね。えーえー、と、希望的観測を行ってみたと,と、ね、言ってみたと。まあ、ちょっとこれ僕は、えーあの、申し訳ないけども、おちょっと、はい、リアリズムに立ってないんじゃないかなという感想は持ってます。はい、さそれではここから篠原さんにお話しいただくテーマ、こちら。 菅内閣の政策の方向性と期待値。 読売新聞、先週土曜日曜、菅内閣の発足を受けた全国の調査を実施しました。菅内閣の支持率74%。内閣発足直後の調査としては、小泉内閣の87%、鳩山内閣の75%に次いで、歴代3位の高さです。不支持率14%でした。菅内閣、高い支持率からのスタートとなりました。篠原さん、これはどうご覧になりますかこれはね、 あの、菅さんが、割と顔の出るですね、官房長官というお仕事をやりながら、この間のですね、あの、パンデミック対策でもね、やるべきをやってる感、まあ、不十分なんてあるんですよ。でもまあ、やってきてると、いうような感があるんでね、期待値としては上がったんだろうなと。ただこれ本当にこれから失敗すると、鳩山内閣の75ですけどね、この時私いたんですけどね、あっという間に転落しましたからね、そうなんないように注意が必要だということでもあります。高いい支持率を得ている菅総理ですがアメリカトランプ大統領 やオーストラリアモリソン首相と相次いで電話協議を行いましたトランプ大統領とは日米同盟基盤に拉致問題を含む北朝鮮の諸問題新型コロナウイルス対策などで緊密に連携していくことで一致した形となりました、えー、菅総理にとって実質的な外交デビューとなりましたねまあ外交に強いと言われた安倍晋三総理のね、はいえー、作った流れをちゃんと引き継いでるってことはこれで示されたと、はい、太平洋諸国関係諸国の全体でね、はい、例えば 今、中国の膨張ということにもね。対処するんだと、えーはい、で、コロナウイルスの対策も緊密に連携するという点ではね、えーえー、いい滑り出しだったと私は思います。はいえ、そのアメリカのトランプ大統領との電話会談よりも前にオーストラリアのこのモリソン首相との電話会談を行いました。えー、これは？ やはり中国を意識していると見た方がいいんでしょうかそうなんです。あのね、実は中国に飲み込まれようとしたのを跳ね返してですね、はいえー、貿易額が減ってでも頑張るってことでやってるオーストラリアと最初にあたったかなりね、えー、強烈なメッセージになってると思いますね。はい。明後日の、だから、もう電話会談で習近<金>平さんともね、えーはい、かなりこれはね、契約になる要素にはあるんですけども、えー、まあこれかなり姿勢をはっきりさせた点でいいと思いますよね。はい、えー。菅総理トランプ大統領とのこの25分のこ分電話会談をを実施して協議を 出た後、総理は記者団に対して、日米同盟は地域の平和と安定のための基盤だなどと伝えたことを発言しました。説明しました。で、トランプ大統領も日米同盟を共に発展させていこうと応じたことを明らかにしています。えー、あのー、若干嬉しそうに、この菅総理がですね。トランプ大統領が、あの、二十四時間、いつでも電話してきていいよ、テル、うん、テルって言ったっていうふうにおっしゃってましたけども、えー、このあたり、いかがですか。いや、あのー。 まあ、トランプさんの非常に日本に対するね、はい、安倍総理以来のね、行為をね、示した点ではね、これ重要だと思いますよね。はい、そのあ,あなたはちゃんと安倍さんの路線をね、引き継いでると私は信頼してるよっていう表明なんで、は,はい。それはありがたいと。あと日米同盟もね、さっきオーストラリアの話が出たように、はい、日米合同盟になってるんですね、事実上ね。はい。まあそういう点ではね、ええー、まあ安心感があるということ。はい、ただね、残念ながら韓国がね、はい、なかなかハマっていかないと。はい。いう不安、不安点もあるんでね。はい、ここをどう対処していくか。これはもう日米が緊密にやる しかないなないいととうことなんですねはい。さて、そのアメリカとは来年3月で期限切れとなります、アメリカ軍の駐留経費負担え、この更新に向けた協議が今後本格的に始まる見通しです。で、アメリカ側大幅な増額を求める意向とされていまして、厳しい交渉を予想されています。まあ、ただ、今回の電話協議ではこれは話題にならなかったと。まあ、これはあえて避けたってことですかね。あえて例えばね、これで日米関係が悪化すると、はい、大統領選挙は11月3日ありますからね。はい そこを見据えてたと思いますが、大統領選挙が終わるとね、これ本格化すると思いますね、はい。これはもうね、アメリカの財政状況から見たらね、はい、かなりこれは前向きにこっちもね、考えざるを得ない。 はい。それだけにね、えーえー、アメリカにいさしてやってるんだっていうね、はい、立場の議論って多いわけなんで、えー、そういう面もあるんですけどね、はい、国民の中でね、どこまではいいかってコンセンサスはね、きちんと正面から国会で議論してほしいですね。はい、えー。そして外交だけではなく、自ら打ち出したデジタル庁設置めぐってはですね、菅総理、えー、日本のインターネット第一人者として知られる、えー、村井慶応大学教授と会食しながら、今後の進め方について意見交換したということ ですね。経済面でもま意見交換をしているとも、そういう話もえ入ってきています。が、えこの？お 会食しながらの、この意見交換っていうのは、これは大事なんでしょうね。いや、すごく大事ですしね。はい。あの、デジタルマネー構想っていうのもあるわけですよ。はい。だそういう点では今後の経済成長にかか,かってくる話ですが、はい。実はこの、今回のね、え、コロナの事態で、給付金をね、はい、出すときにね、えー、いや、みんなマイナンバーないじゃないかと。マイナンバーある人は、あっという間もらえたけども、はい。そうでない人はもう2ヶ月も3ヶ月もかかると。ええいう <laughs>、えー、もう、行政上のね、不公平の原因にもなってるい点ではね、はい。これは急いでね、え、デジタル化していく必要があるんだということで、 あと、その経済面で菅総理は10万円特別給付金の再支給の示唆ですとか、あと電話料金ですね、電話携帯電話の料金の引き下げ、この話も出してますね、はい、これはだから電話、携帯電話についてはね、はいも、もう必須のツールになりましたよね、お年寄りも持ってるし、これはもう、なんていうか、経済的な状況問わずです、ね、はい、みんな持ってるもんなんで、えー、実質、ですね大衆的な減税になることなので、はい、これはもうぜひ実現してほしいですよね。さらに に菅総理が河野行政改革担当大臣に指示したことを明らかにした例のこの役所の縦割りによる弊害などを聞き取る縦割り百刀版菅総理周辺に行政の目詰まりを全部探させて1ヶ月ごとに報告をさせようと思っているとこういう発言もしたということなんですがえこの縦割り百刀番含めていかがですかこれはね縦割りのね被害者って国民なんですよ、はい、国民から意見聞いてね、ええ、要するに一、ね、つの と,ところでね、もう本来は手続き済まさなきゃいけないのはあっち行ったりこっち行ったりと回されるってのだに続いてるんでね。はい、ワンストップでね。 国民の困ったことに対応できるような行政にするっていう意味でもこれ大事なんで、えー、まあぜひ河野太郎大臣にはね、はい、あの国民、まあ末端の国民の声がね、えー、これでどういう弊害があるかということも含めて聞き取れるような、はい、あいいや取り組みをしてほしいなと私は思っております。はい。えー、加えてですね、行政サービスのデジタル化を一元的に行うデジタル庁について、これは次元組織としましたね。えー、この 期限を区切ったということですが、まあ、それだけこれやる気を見せたってことなんですか、ね、やる気を見せたんですが反面ね、ね経産省が面白くないと思ってるんですよ、<ー>ですからねこれ僕は心配なのはね、はい、サイバー防衛っていうのはセ,セキュリティが大事なのにね、はい、ここは相変わらずねお留守なんでねむし、ええ、ろ発展させてねサイバー防衛庁にしていくべきじゃないかとはーはー国全体見るところはないんですよ、今ね、ええ、そこはちょっともうちょっと構想を練っていただきたいなという思いがあります、ねええまあやる気はねこの期限を区切るって、ね、ここまでにやりますっていいですけど今、篠原さんおっしゃったみたいに、はい 安全面でどうなのよってことですもんねんさっきデジタルマネーの話もしましたけどね個人情報も含めてねマイナンバーも含めて、えー、守るべきものって増えるわけなんで、はい、国全体で今防衛省なんかはねサイバー防衛部隊あるんだけど、えー、あれ、はい、自分のところだけですからね、えー、国全体で守るシステムをぜひね、えー、検討してほしいですね、はい、篠原定一郎さんでした今朝のコメンテータージャーナリスト篠原定一郎さんです篠原さん えー、先日、あの、お話、先週ですね、はい、お話出ました、日本共産党噂の真相、はい、篠原さんがお書きになった本、はい、えー、育法者から。育法者ですね、えー、ね産経のね、育法者ですけどね。はいはい、えー、今日発売ですか、ね、はい、今日、あの、店頭発売はいはい。はいえー これはですね、目立ちます。何 <laughs> と言っても赤いんですよ。赤な表紙に私の顔が。で、あの、帯黄色ですから、秋 <laughs>、はい、帯、帯というかね。まあそうですね、て帯に刺しちゃね。日本共産党噂の真相。私もあのー、読ませていただきましたけど。そうなんす。 非常に面白いですね。面白いでしょ。あの中から見てきて、私も二十二十年ぐらいね。共産党職員やりましたからね。あの裏の事情もしてるんですよ。裏にね。そんなに汚いものないんですよ。あみんな正直にね。国民のために思って働いてるところなんでね。ただ、やっぱり共産主義の歪みっていうもの引きずっちゃってるんでね。そこをどう克服して。国民のために働くとなるかっていうのは課題になると思うんですよね。まあ、そのあたり、あの、興味のある方はぜひともですね。今日、篠原さんがおかげになりました。日本共産党、噂の。 本屋さんに行けば目立ってますからね、はい、こちらは。はい えー、さて、えー、こういうニュースがあります。国連総会で世界各国の首脳らが演説する一般討論演説。日本時間の昨日夜、ニューヨークの国連本部で始まりました。アメリカトランプ大統領と中国習近平国家主席がそれぞれビデオ映像を通じて演説を行ったんですね。えー、新型コロナウイルスへの対応などをめぐり、互いに批判を展開する形となりました。演説でトランプ大統領は新型ウイルスに関して 中国を疫病を世界に解き放った国だと表現しました。 その上で感染の初期中国は国内で都市封鎖を行う一方国外への航空便を認めて世界中に感染を広げたと述べまして世界的な感染拡大の責任中国にあると批判しました一方習国家えー、習近平国家主席は演説で新型コロナウイルスの対応をめぐる問題について政治問題化したり汚名を着せたりすることに反対すると述べています えーまあ、この応酬があったということなんですがね、はい、かなりもうトランプさん本気でやってますからね、はい、で同時にですねやっぱり問題これだけじゃないんですよ、ここから始まってね衆参、えー、のところは例えばウイグルの人たちを収容所に入れるとか、えー、南モンゴルでモンゴル語の教育をやめさせるとか、はい、そういうことで、ね、あの人権問題ってのは。 国内問題じゃないですからね、えー、こういう問題も含めて見直さないとね、えー、ますます孤立するよってことが今回で分かっていただくといいと思うんですよね、はい、日本もね、えー、あのこういう世界の数勢を見てね、えーまあ、仲裁的な役割っていうのはあると思うんですよ隣だからっと考えてやったかないと中国との関係もおかしなものだと思いますね、えーまあ、先ほども、ね、話題にしましたけれども習近平国家主席と菅総理がです、ね、あさって電話会談を行うと。 いうことですかね。微妙ですね。<laughs> そ,うそうですね。ええー。まあ、とにかくアメリカ、トランプ大統領は11月の大統領選。はい。もう、このためには、もうな、どんな手使ったってやってくるわけですよね。ね。ただから、うん、僕は思うんですけど、どの大統領がなっても今、アメリカが、うん、選んだ路線っていうのは変わらないと思うんでね。はい。例えば、台湾に対してね、国連加盟をね、えー、手伝うよという表明までしてるっていうのは、はい、なかなか、あの、 報道されてないですが本当にちっちゃ報道ですけどね、ええ、これはもう今までのね一つの中国の立場をやめて二つの中国になったんですよね、はい、アメリカはねでは日本もこういう方向にならざるを得ないんだけど、ええ、そこが確認されると思うんですよ次の電話会談ではねかな,かなり回り角に来てると思います、はい、そうなんですねはい、はい、一方ですねえ中国北京の裁判所で中国の著名な企業家で習近平指導部を繰り返し批判してきた任氏教師に収賄罪などで懲役十八年罰金 金六千四百万円の判決を言い渡しました。まあ中国国内習近平国家主席の批判をするということに鎖を打とうということなんでしょうね。そうですこれね。えー 人種共産さんって面白い人でね、はい、いわば二代目のね、共産党幹部二代目の人なんですけども、はい、その、あの、あとね、文革の時に農村加砲されるとかね、はい、結構習近平さんと似た経歴の人なんですよ。そうなんですかだから表裏一体で、この人は民間企業家として共産党員ですけども、はい、まあ、追放されましたけどね、えーえー、やられてると。はい、で、2016年からね、ものすごくね、はい 習近平政権に批判を強めてきたんですね。はい。納税者のための政治をやるのが政治であってね、<ー>共産党のための政治じゃないみたいな、かなり気悪いことを言ってるんですよ。えー、とうとうですね、その、物を言う、物を言う企業家って言われた中国のトランプとまで言われた人なんですが、はい、とうとうですね、言論の罪でですよ、うん、懲役18年執行猶予なしなんですよ。はい。片額の罰金と、い。いう点ではね、かなりね、今の中国の矛盾を露呈したことになると思うんですね。はい。 篠原さん今朝もありがとうございました,、はい、ましたおはよう寺ちゃん活動中また明日今日もいい一日になりますように9月23日水曜日今日の天気は雨時々やむ日本放送飯田浩司の「OK コージーアップ」 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送です四、えー、連休明けてとはい 今日からまたお仕事という方も、まあ、多いと思いますけれどもね。まあ、今週水木金と、まあ、三日頑張れば、また休みがやってくると。そうですね。ね、いうことでですね。まあ、今日、明日、明後日頑張ろうかと思っていたら。まあ、あの、天気はあんまり良くないというかですね。えー、台風が接近してきております。で、あのー、だいぶ秋めいてきまして、今有楽町日本総屋上の温度計も十九点三度。おだいぶ、この時間でね。三十度近くだったことも。 ありましたね。うん、そんな時もついに3週間前と思うとだいぶ変わってきたなというね。うん、感じありますが、えー、台風が接近しております。今日は1日雨ですね。そうですね。もう今日は1日雨で今レーダー見てみますと南部を中心に降っていますね、うんえー、台風12号の影響でですね、えー、関東地方は今夜の9時くらいから、千葉県や沿岸部を中心に激しく雨が降りそうです。うんうん、で、ところによっては大雨警報です。とか、土砂災害警戒情報が出される可能性もありますので、うんえー、最新の情報を。確認 するようにした方が良さそうですねなんか最初の頃はこの台風12号 近畿の辺りに上陸かみたいなことが言われていて、それがちょっとひ東側にずれて、名古屋あたりかって言われたのが、はい、昨日あたりはあの関東に上陸かもと言われたんですが、それすらなんかまたずれて、えー、今度はなんですか、明日ぐらいに関東に最接近するかみたいな感じに、そ<う>ひょっとしたら上陸しないかもしれない,いうの、ね、そうなんですよね、明日の明け方3時に、まあ、接近するのではないかと言われてまして、現状は。 大丈夫か明日のこの時間だぞ。<laughs> 我々がちょうど出勤するぐらいの時間帯でということになりそうですが。そうですよね。ねまあ、あの情報を取りながら、ですねまた台風最新情報が入り次第お伝えしてまいります、はいで。そうそう、最新情報というと、ですね一つ番組関連でもありまして、えー、長らく不調が続いていた YouTube のこの OK 工事アップのチャンネルなんですが、ようやっとですね復活をしてまいりまして、はいで 復活はしてきたんですが、とりあえずですね、あのー、先々週、だから不具合が起こった最初の段階でアップされていたものがまず復活してきたと。で、えー、先週と先々週はですね、一週間丸々不具合が続いていたものですから、えー、一切ですね、えー、アップ作業ができておりません。で、これをですね、えー、順次今アップしている最中で、まあ、突貫工事の最中ということなんですね。で、えー、9月7日分、 えだから先々週の月曜分だよね<ー>え不具合が起こった最初の日ですがこの日の分だけ今アップしたというですね本当何してくれんだって話なんですが <laughs> え今後、順次です、ね、8、9、10、11、12とで、まあ、今週分先アップした方がいいかねなんて話をしてますが<ー>、まあ、あのなんとかですねこれスタッフの皆さんが頑張ってくれてまして。ええー 国境中になんとか、この抜けてる分はアップできるかなという感じで、あの、考えております。まあ、また不具合が起こったりするとどうしようもないんですが、あの、ちょっとですね、まだ、あの、ご不明かかるかと思いますけれども、え、ね、えー、YouTube の方もご愛顧いただければと。で、YouTube まだ上がってないというところはですね、え、ラジコのタイムフリーだとか、あるいは、えー、まあ、2週間前だともうタイムフリーラジコ使えないので、えー、ポッドキャストで、お聞きいただければと。はい、あの、日本村のですね、この OK 工事アップの、お、斎藤博 開いていただきますとそこであのー、アプリが埋め込まれてますんでパソコンで見る場合はですね、えー、ポッドキャストそのまま聞くことができますんで、えー、ぜひ一つご愛顧いただければと思いますなんとか復旧してきてるという状況です あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュース、まずは、25日と言われておりますが、就任後初の日中首脳電話会談を調整中という菅総理についてです。それから国連総会、各国首脳による一般討論演説が始まりました。アメリカのトランプ大統領、中国習近平国家主席、さらにロシアのプーチン大統領の え、一般討論演説が、え、行われております。え、それから TikTok の提携交渉で、え、トランプ大統領、中国企業が関与してるなら承認は撤回するぞというふうに発言しております。え、そしてニュースキーワード、フィンセン文書。まあ、これいろんなところの話題が出てきておりますね。え、そして GoTo、イベント、さらに商店街というところ、来月中旬に開始へというニュースも入ってきました。 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に健康マヨネーズのマヨネーズとドレッシングの3本セットをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 ここが気になるです。ま、ああの、4連休から明けてということでね、えー、新聞の紙面もね、えー、ちょっとまあ薄めという感じ。まあ、あの、株式のそばがずっと動いてませんので、まあ、それもあってというところですが、えー、そうすると、ま、結構ネットなどをこう使ってですね、えー、情報収集ということになるんですが、あの、ここのところ、タイムラインなどで結構 こういろいろ出てくるのはです、ね、あの持続化給付金というやつあのこれコロナウイルスの、ねえー、感染拡大によって経済が非常にダメージを受けたということで、まあ、特にあの中小の、えー、自営でやってらっしゃる企業などで非常にこう打撃を受けた人に、えー、個人や企業にということで企業に対しては、まあ、去年の同じ月と比べて、えー、半分以下に収益が落ち込んでしまったという企業に対して最大200万を支給と。でえー 個人に対しては100万円というもので、これ、あの、この番組でも何度か扱ったことがあると思いますけれども、結構こう簡素な仕組みで、とにかく、あの、経営危機に陥った企業を潰さないために、スピードを重視してお金を出すと。で、あの時にも指摘したんですけども、あの、スピードを重視してお金を出すということで、かなり簡素な、あの、仕組みで、 えー、えー、チェックをするということでしたんで、えー、おそらく、う、先々になると、まあ、これで不正受給だなんだということで、えー、いろいろ問題になると、問題になるんだろうけれども、あの、政府としてはそういうのを、まあ、全部目をつぶった上でですね、えー、とにかくお金を出していくんであろうと、まあ、実際そういうようなことをですね、それに近いニュアンスのことを、あのー、言っていた政府関係者の方もいらっしゃったんで、まあ、そうやって腹をくくったんだなと思ったんですが、えー、ここを来て、やっぱりこの不正ってものがいろいろ出てきたというのが、えー、沖縄県 県でえ起こっております。で、あのー、これ沖縄県の事例はですね、あのただの不正というだけでなくって、そこにメディア関係者が絡んできてるということがありますので、非常にこれが悪質だとえいうことが出てきております。あのー、まあ えー、コンサルタントの方と税理士さんとそして、えー、沖縄タイムスという会社の社員の総務局付けの40代の方、まあ、この3人がですね、えー、ある意味こう一体となってで、えー、その沖縄タイムスの関連会社も含めての社員だけじゃなくて知人など、まあ、やっぱりこう新聞社で働くということになるといろいろ人脈がこう構築されますんで知人や友人が増えるということでその人たちも含めてかなり、あのー、県警の捜査では100人以上の人たち が絡んできていて、これひょっとすると積もり積もって億単位になる可能性があるというようなですね。で全国規模の詐欺事件に発展する可能性もあるという風に報じられております。地元のメディアでは結構大きく報じられているようなんですが。まあ,あの？ うん、ちょこういったですね、まあ、あの、帳簿を少し、こう、いじってみたいなこともあるんじゃないかということが指摘されていたんですけれども、まあ、これ、あの、その、真ん中のところに、メディアの人が入っていたというのは非常にこれ問題だというところで、えー、まあ、あの、会社としても調査をしているようですけれども、まあ、これもうすでに司法の手に渡ってますんで、えー、警察がどうこう、捜査をするのかというところで、えー、行くんだろうと。で、その背後に、えー、暴力団だと半グレと呼ばれる 社会的な勢力の存在も濃厚に疑われるといまあ、ただ、これがですね、その、持続化給付金全体として、えー、おそらくですね、この先は、この、メディア云々というところのお話ではなく、持続化給付金のこのスキームが、チェックがざるだったから、こういう事件が起こるのだ、というようなですね、えー、論調、指摘が、あの、あるかもしれないんですが、 あの当時の状況を今のですね、感覚でこれ裁こうとすると、ちょっと見誤るところがあるのかと。もうこれ、あの、悪いことした人は悪いことした人できちんと裁くということと、全体のこのスキームの中で、あの当時、えー 緊急的にお金を行き渡らせなければもっと路頭に迷う人が増えたかもしれないということはこれ切り分けて考えないとジッパひとからげにしてですねこういうこう悪いことするやつが出るような仕組みは全部ダメだということになると何もできないどころか救え、救うべく人を救うべき人を救えなくなってしまうということも起こってしまいますんでえこれはあの切り分けて私は考えるべきなんだろうとあの当時まあ小口の緊急の融資であったりとか無担保無利子での融資であったり ここういうういいい持続化給付金だっっったたりとととかやや、えー、やれることをやれるるをタイミングでどんどんんていったというのはあの当時もですね、すでに遅いんじゃないかという議論がありました。もっと早くやれというのは私も言ったと思うんですけれども、ただ、あのー、あの当時、あのタイミングで、えー、もっと厳しいチェックをするということになると、もっと遅くなっていたということも合わせて考えるとですね、えー、えー、 当時何が重要だったのかというのはちょっと頭の片隅に置いといて記事を読んだ方がいいというふうに思いました。以上ここは気になるでした。 ニュースについてメールやツイッターで様々いただいておりますあの尖閣周辺の状況についてなんですが鹿児島茨城からですね、えー、南さんという方メールでいただいておりますありがとうございますえー、私の地元茨城漁,漁協のお漁民の方々は昔から、えー、尖閣列島付近を漁場としていますここ数年は全く行けない状態が続いているんですねと沖縄県をはじめ長崎熊本の漁協と協議会を作って安全創業の要望化 活動を国に行っているようですが現状はご承知の通りですといただいております。うん、まああの そうなんですよね。地元というと、やっぱあの、沖縄県のね、あそこは石垣市の、えー、戸の城尖閣というところですんで、まあ石垣の漁港など、漁協などが注目されますけれども、それだけじゃなくって、あの辺というのは結構豊かないい漁場だということがありますんで、こうしたイブスキであるとか、あるいは長崎、熊本という、ね、えな、ー、東中に面している、えー、各地の、 ね、魚家の方々があそこまで行っているということはありますんで、えー、沖縄の石垣だけの話でもないと。これは全国で連帯していかなきゃいけないっていうところでもあると思います。で、いろいろアイディアをですね、ツイッターでもいただいておりまして、KN さんという方が、ね、30分ぐらい前に書き込んでくださってるんですが、えー、 先日、高橋大一さんが嫌いで尖閣を守るというお話もされていましたが、例えば、尖閣周辺で第二次大戦中の嫌いや魚雷や何かが偶然発見されて、その撤去のためとして、 自衛隊の部隊をしばらく、えー、派遣する、駐留させるというのはシナリオとしてありなんではないでしょうかと、えー。誘爆の恐れがあるとか撤去が難航してるとか言いながら半年くらい居座ったらいいんじゃないかと思いますと。まあ確かにですね、あのー、海上自衛隊にもこの、かつて、えー、対戦の時などに、えー、浮かんで、えー、そのままになってしまって、えー、海底に、えー まあ、埋没している嫌いなどを除去するという専門の部隊があったりとか、まあそのためのこう掃海艇があったりとかしますんで、まあその技術というのは世界一流だとも言われております。で、まあこういう部隊があるということはですね、それをこう戦略的に使うということも確かに、あるいは、あそこ、あの、 尖閣列島はですね、まあ一部アメリカ軍の射爆場になっていて、まあ今も射爆場になっていると、えー、処理場はですね、いうところがあります。まあ当然ですね、そこにはあの、かつて、えー、射撃訓練などで使った時の、ね、えー、弾というのもあって、まあそれは確かに危険物だって、そして沖縄には、えー、101不発弾処理隊という精鋭の部隊もあるということでですね、彼らを派遣して、えー、そういったね、えー、ことも綺麗にクリーンにするというのも確かに、 同じ国土を守るという意味でも重要だろうと。ね。いろんなアイディアが確かにありますね。さあ、そして、えー、まあ、もうすでにね、えー、9月23日、もうすぐ10月になっちゃうよねっていうですね、まあ1年早いなってこの時期から毎回思うんですが、えー、10月からですね、いろいろこう制度が変わるっていうところで、あの、ここのところ、 スーパーで買い物してると、特にあの、お酒売り場は私、あの、吸い寄せられるようにふらふら言ってですね、えー、そのラベルとかを見ているだけでも楽しくなってしまうんですが、あの、10月から値段が変わりますよ今のうちに買っといてねっていうのが、すごいいろんなスーパーで見るようになって、あれこれ何だったっけと思っていたんですがで、今日読売新聞が3面の総合面で、えー、特集で書いてます。えー、10月でですね、酒税が見直されると。 あのビールと発泡酒と第三のビールという3つの分類があるのを、えー、だんだんと近づけていって、えー、統一していこうという流れの第1弾が、えー、始まるというところですまたあの日本酒とワインの酒税の違いというのもこれで補正をされるということなんですが これがですね、飲んでいるものによって増税になるか減税になるかが変わってくると。ビール類に関しては、発泡酒は据え置き、第3のビールがおよそ10円酒税が高くなると。で、一方でビールは7円酒税が安くなると。これで値札がどう変わってくるかなってところですね。日本酒とワインもですね、日本酒が まあ、4円ぐらい安くなって、ワインは3円ぐらい高くなると。で、これ、あの、段階的にですね、また3年後の10月にも見直して、で、ビールにか、ビール発泡酒第3のビールに関しては、6年後、2026年の10月に、酒税54.25円に統一。まあ、ビールは20円ちょっと安くなって、発泡、第3のビールがですね、20円ぐらい高くなってくると。 いうことで、これね、あのー、酒税の感激をついてですね、安いものを作ろう作ろうっていうところが、こうあったんですが、えー、これがどう変わってくるかっていうがですね、まあ、これによってお酒離れが進んでしまうっていうようなこともあるのかなという、まあ、あの、今のところ、こう、ビール各社は巣ごもり需要の方は順調で、で、一方で、お店で飲むっていうのがなかなかこう減ってきてるんで、特に、あの、お店での生ビールっていうものにですね、力を入れてきた、まあ、例えばこのアサヒービール、 ビールであるるとかっててていいいううのは、えー、結構打撃を受けているなんていうねで一方で確かにあの値札見ても思うんですけどお店ですね生中一杯って頼むとまあ,あの500円を割ってくることはなかなかない、まあ、あのお店によってはねそこそ200円とか100円ぐらいでっていうお店もあるんですがまあ,あのそれに対して。 スーパーで缶ビール買おうとすると 350ml で下手するとあの188円とか178円とかセールで売ってたりなんかする場合もあるじゃないですか。プレミアムビールと呼ばれるものもまあたい200円ちょっとと。そう考えるとですね、プレミアムなやつを家で飲んじゃうか、なんていうふうに、えー、たまには。 っていうことになるとですね、えー、そっちばっかり買っていくっていうことにもなるんで、これはあの、ビール会社にとっては結構収益減で、えー、ここ今大変だということが、えー、出てきております。まあ、あのー、ね、えー、この先、その、ービールとー、それ以外の、えー、発泡酒第三のビールとの差がなくなるんで、ビール復権の日だ、みたいなことも言われるんですが、えーえー、一方でこれが縮小均衡に陥らなきゃいいな、というふうにも思います。えー、え、まあね、なかなかあのいい 家で飲むと、狩猟が多くなってしまうという方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね。まあ、その辺は、あの、健康には気をつけて、え、よく、あのー、ね、えー、モーニングライフアップのゾーンで、飲みすぎですっていうふうに怒られるんですが、ね、えー、その辺もご参考にしていただければと思います。えー、ここが気になるプラスでした。 さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。月曜の新聞にお名前載ってて、総うに、いや、まあまあ、いろんな人からこれ連絡あったじゃないですか。いや、ねあの、めんどくさいね。めんどくさい。たくさん。ああいうこと出ちゃうのね。確かにめんどくさい。何を話したかとかっていうのは言えないこともいっぱいあると思いますし、 ね、ほとんど話してないんじゃないかなって気がするんだけどまあでもあれ、総理どうせ、乗る、乗らないっていうのも一つのあきそうなんですよね一。一番大きいでしょ、はっきり言えば。私だって前、安倍さんとね、よく会ったんだけど、ほとんど乗ってないもんね。えー、よく会ってたんですね。よく会ってたので、1回か2回かなのの、安倍さんの方が乗せてくれって。はい あの増税をするしないの時期とかにわざと乗ってましたね。わざとでしょ。ただ裸足の内容ないんかどうでもいいんだよ。ただ単には甘い <laughs> が出ることの素人そうそうそうだけの意味なんだよ。だメッセージ性なんですね。うん、そうだと思いますよ。なるほど。ええ、まあ今日も一つよろしくお願いします。ますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです菅総理大臣就任後初の日中首脳電話会談を調整 菅総理大臣が就任後初めて中国の習近平国家主席と電話会談をする方向で調整していることが分かりました複数の政府関係者が明らかにしました日程は二十五日の夜で調整されているということです、えー、先日まずオーストラリアのモリソン首相とそれからアメリカのトランプ大統領と会談をし、うん、で、えー、昨日はメルケルさんと EU の大統領と、うんうん、そしてえ中国と いううう流れだそそですねまあ、なんかね、だからやっぱり国民の話なんか、皆さん心配するんでしょうけどね、普通、挨拶の時には、あんまりこみ入った話はあんまりしませんね、うん、だって挨拶ですから、そうですよね、トランプさん相手とかも、せず20分、25分ぐらいですか、強く入ってるんでしょ、だからまあ、外交、儀礼的なのがね、多いと思いますよ。うん 私も、あの、吉賀さんと会った挨拶ですからね。ああ。外交儀礼的な挨拶なんですよ、まあ、あれも時間にするとそんな長くなかったですよね。だから、本当にね、大体、大体は中身がない話になっちゃう特にこの就任当初は就任当初はしょうがないでしょ。おめでとうございますか、そういう話しかできないじゃないですか。そうなんですねいきなりね、フルスロットで何とかっていうのは普通はないし、まあ、あの、重要なのはね、だから、人間関係だけでしょ。だから、まあ、 私だったのは結構私なんか結構ね、はい、あの電話よくかけ。 かかかってくるしだからそういう細かい話は、そううこですればいいし。はい、<も>ある意味、突っ込んだこの仕事の話みたいなの。仕事の話はそうでしょ。だから、でも、この菅さんと、この習近平さんがね、どういう関係になってるのかって、だってほとんど、初めましてでしょは<ー>めましてで突っ込んだ話なんか、できようがないでしょ普通は。うどうですか初めましてで、すぐ突っ込んだ話できますかね。うん、確かにね。うん、なかなかできないですよね。できないでしょなんか、突 <laughs> っかかりもないでしょうだって、いきなり。 すいません1億円の契約お願いいしたいんでど無,無理ですよ、ね、普通はだからやっぱり徐々に徐々に、ね、連絡をどういうふうに取るかとか <えー S 1> そういう話が重心なんですよね、えー、恐らくうん、うん。だからその後は誰に連絡させるとかねああよろしくねのあと、うん、よろしくねでだからお二人でトップラインでねねトップ同士で、ね、あの電話するっていうのも大変でしょスケジュール合わせてそう,そ,うそうするとお宅誰 <と> <laughs> <laughs> こっち誰とかね。<laughs> そういうのが多分中心なんですよ。うん、で、まあ、細かいところは、 下のもんにやらせましょうやと、あとよろしくとし,し,ょしょうがないでしょ、そんなもはうは、うんうん。だから、年次年次電話でね、話してたらいきなり、はい、いろんな話はできると思いますよ。ああ<ー>、うん、前の安倍さんとトランプさんみたい。ああ、それだったらもういきなりね、でしょう。うん、でもあれも、徐々に徐々にやってったわけで、うんうん、いきなり急に、あのね、できるわけじゃないですから、うん、だからどのくらい人間関係深めて、どのくらい関係を持つかっていうのが、これからでしょう。うんうん 菅外交そのものっていうのは、これからの分、多いと思いますけれども、外務大臣とか防衛大臣とかの夫人も含めて、どういうものになっていくと思います前ととほんど同じでしょ安倍政権の外交方針を示すと、新しいのはね、つくのは大変ですよ、これはね。ですから、同じやってたほうが楽だし、それで安倍さんの資産も使えるでしょ、なんか時に頼めるじゃないですか。 お願いしそれて安倍さん、だって、まあ、安倍さんね、ここのところ、なんか9月15日に取ったインタビューの模様というのが、読売新聞に結構ずっと出てますけど、玉拾いあるんだと、なんかあったら、特使としていくのも、じゃない別に国内でね、根詰めた仕事じゃなくてね、ちょっと海外に行って、ゴルフでもどうですかって言っっちゃうんじゃないのなるほど、トランプさんとゴルフしてきてくださいよ。 もうそれはそれで日本としてはありがたいことでしょうしね。プ、うん、ーチンさんとね、どっかでちょっとめあのお茶してくださいとか言ったらね、一応、本人行っちゃうんじゃないですかね。うん、国,国内にいるから、そっちの方がストレスたまんないんじゃないかな。海外行ってる方が。うん,、うんうーん まあ、そう考えるとだあの、結構ね、心配する向きの人たちは、うん、そのやっぱあの総裁選の時とかに結構、二階さんの支持って動いた<ー>みたいなのがあったから、二階さんの派閥、親中派だって言われますけれども、うん、そ,その辺んであのなびいてっちゃうんじゃないかみたいな心配する人もいますね二階さんがなんで中国に、うんあのね、ウェイトか,かけるかっていうのをよく考えてね、ビジネス的にかけるんでしたらね、うんうん、別に思想心中じゃなければ、 代替策はいいいろろあるんじゃなでもう思想信条でやられちゃったらもうそれはね、はい、もう変わりようがないかもしれないけどただ単にビジネスの話で中国重視ってんだったら代替策はいろいろあると私は思いますよ。あ中国でない市場であったりとかビジネスができればいいんでしょうはっきり言えばそれは何がね,、はい、あのね根っこになってるのかっていうのが重要だと思いますけどねう えまずは、あ日中首脳電話会談調整というニュースから、まあ、菅さんの外交について、えー、お話をいただきました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。国連総会各国首脳による一般討論演説が始まる。 国連総会の一般討論演説が日本時間昨日夜から始まりました。今年は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて各国首脳は出席せず、史上初のビデオ演説で実施。初日にはアメリカのトランプ大統領をはじめ、中国の習近平国家主席らが演説を行っております。 えー、ニューヨークの国連本部で国連総会開幕しました。まあ、いつもだったらね、各国の首脳が集まるところですが、うん、まあコロナもあって集まらずと。ニュースだけ見てると、同じですね、はい。<laughs> まあ、そうなりますよね。<laughs> 映像がね。別に私らも別に国連本部行ってるわけじゃなくて、ニュースだけ見てると同じですね <laughs>、はい。<laughs> 意外にこれ、今回でできちゃうんじゃない、えー いろんな会議が確かにね、えー、そうなんですよね、えー、そうすると、周辺で取材をしてみたいな、ねうん、逆に言うとそうそうあ、意外にいろんなのができちゃうんだなと思って、私なんか見てましたよ、えー、うんトランプさんも言いたい放題、ばしっていうし、別にでも、その議場にいても同じだから、<laughs> まあね、別にインフォメーションとしては同じですよね。 うん。で、なんか別に議論を、それぞれ国やるわけじゃないでしょ、はい、ねあの、カンカンガクガクやるわけではで、ね、じゃないでしょないでしょだからあれで十分だよね。こういうので、ま。こういう、だからセレモニー的なものっていうのは。全部これでいいんじゃない 結局。国会なんかも最初のとこ、これでほとんどできんじゃないな <laughs> と思っちゃった。<ー> <laughs> だから全部決まり物の,の本会議とかって。<laughs> うん、できちゃうでしょ、これで。できちゃうんでしょ。いやいや、まあ、もうあそこ行かないでね、ビデオでやってね。はい、い。いいじゃないそれでもと私なんか思っちゃうんだけどね。<laughs> <laughs> まあ、それだとね、時間も事前に取っておけばいいから。うん、そう。 あとあれでね、質疑も別にやり合うわけじゃないから、質問が先に来てるから、答えとかポーってビデオで流すとか。ああ、確かに、本会議はね、まあ、あれはね、町長発信っていうのは、だからもちろん全部をね、これでやれって言ってるんじゃないけど、本当のなんか議論みたいなのは、リアルの議論みたいなのはあってもいいと思うんだけど、セレモニーは別にこういうので十分じゃないですか。 確かにね。うん、もうどんどんそうなっていくんですよね。<laughs> なっていっちゃうんじゃないですか、セレモニーは。まあ確かにセレモニーの部分だと、うん、まあ誰々代読みたいのがね、例えばあの国会議員でも秘書さんが代読したりとかっていうのは。うん 結構ザラにあるから、うん、まあ、それの延長みたいなもんですか、うんうん、それ思ったら、ビデオでまだ本人が出てればいいんじゃないああ<ー>。うん、これはもう、あの、事前だから、それぞれの国が面白いですよね。トランプは、中国なざしで十何回もチャイナ、チャイナ、チャイナバイルスとかなんか言ってたしね。ねだから、すんごい言ってたの、うん、習近平はもう言わんかったしね。確かにね。<laughs> 面白い、面白いですね。まあ、習近平氏は、あの、新型コロナに関してね、なざ <laughs> しは避けて、政治問題化、お名を着せることに反対すると。 ううもしで,でも発信源っていうかね、どっから生まれたかって言ったら、それは、はい、チャイナですよねうね <laughs>、だから昔の命名法だと、あ,のあれはチャイナウイルスというんでしょうね、チャイニーズバイオスと言っても普通ですよね、だってほかんだと、香港風とかなんかって、いろいろスペイン風とかたくさん言ってるんじゃないあれ、だから、つい最近なんですよね、WHO でね、ルール変えて、うんうん、ああいうのはやめようと言った、ほんのつい最近なんだよね。 ああ、二千二千六年とか七年ぐらいの通達するか、もうちょっともうちょっとあですね。だからあの確か中国の人があれだね、やってやってあのなんか事務局長やってるような時だったと思いましたけどね。全国の方針のね。そうそう。だからまあすごく最近のルールなんでね。でもちょっとわかりにすいね。やっぱり正直でね。まああのなんですか、コビットナインティーンという風に言われてね。新型なんとかって言うんだけど、また次出たらまたどうすんのと。確かにね。次のコロナが出たねコロナウイルス発症 新進型になるのか,か、ね。とか 日本のニュースだとそうでしょ、新々々とか、どれがどれやらってことになってしまう、うん、まあこれねあの、トランプさん、相当、中国に対してこう批判をすると大体で選挙もありますんでね、でもこの言ってくれてることは結構まっとうで、はい、あの中国が最初ね、あの世界に情報を提供してくれなかったからとかね、うん、WHO は実質的に中国のもんじゃね、ね指導でやってて、一、はい、ことばっかり言ってたんじゃないのって、それは結構、それ正しいのは正しいですよ、ね。 まあ、あのー、前々からね、トランプさんも主張はしていたし、そういうことは言われていたことだけれども、うん、まあ改めて。ここででも言ったぞ、ビデオで。 でまあ、あの中国側は、現場にいたらそれに対してこう激烈に反応みたいなのもあったでしょうけど、こっちもすでに収見ているでしょう。だから面白いは面白いですよね。うん、ある意味でね、主張ははっきりしてて、えー。これからどっかで,どっかで場でね、激論を交わす場があれば、また面白いんですけどね。まあでも国際会議そのものが今、開けない状況ですもんね。そうですね。だからこれはそれぞれみんな言い合うってことなんでしょうけどね。まあでも いろいろと、ね、コロナは世界中に大変なんだけど、はい、実は案外死亡率は。はい 高くないんですよねうん、うん、そうすると大体対処方法も分かってきたっていう感じもありますね、あ<ー>ワクチンが新しいのできなくても、既存の薬の組み合わせで最悪は回避できそうという感じもありますよね一部、強症があったりとか、うん、あとご高齢の方はあのリスクがどうしても高くなるけどそうですね、ただ最近の研究だとね、はい、本当にこれほど高いんだけど、それがコロナによった影響なのか、単なる加齢なのかっていうの識別が難しいんですよね。だから本当は過励 れでちょっとのきっかけでっていう可能性が結構あるんですよね、今、最近のデータだと、そんなにあれですよね、これ、ほとんど加齢と一緒じゃないかと、あの要するに年齢加えた、要するに高齢化とほとんどあの死亡率の増加は同じじゃないかって研究が結構多いですねなるほど、ええ、まあ今、各国の統計、まあ、日本の統計も変わりましたけど、いろんな要因で亡くなった場合でも、コロナにかかっているというふうに、後から陽性でも判断されれば、もうこれはコロナ死になるという統計を取っているので。 对。 まあそういういう数が出てくるけれども、うん、実際のところ、コロナの影響なのか、高齢で、ほんのなんかのひとふとひた表紙っていうのとね、なのっていうのは、統計上結構識別が難しい研究っていうのが最近、多いですね日本でもアビガンがいよいよ承認されるかというふうになってきこ、うん、れも既存の薬でしょ、はい、ら薬みんな分かってるわけで、ええ、そうすると、収要方法も分かってるわけですよね、うん、でその組み合わせすると、なんとなくうまくいくってことでしたら、はい、ワクチンにすごく頼らなくて いいいかもしれないですよねあそうすると意外とその、うん、ワクチンができないとなかなか今までの暮らしに戻れないみたいなことが言われてましたけど、まあ、意外に既存の薬の組み合わせっていうのも有効じゃないかなと思いますよね、うん、だってあれ副作用分かってるからここには気をつければいいって分かるじゃないですかでそれはそれでそれで最悪が回避できるんだったら、はい、まあねあのワクチンの副作用を 気にすする必要もないですよねあとよく言われるのがその、まあ、ワイドショーなんかでこう取り上げられるのがです、ねね、いや副作用が結構あるんだとかあと後遺症が、うん、みたいなことがね、うんうん、だから最近はそこを言わないとワクチンの効能が言えなくなっちゃってるみたいですけどね。 <laughs> まあそうするとまあ後遺症の部分もなんと言っても、まだね、これ、半年、世界中で猛威を振るってから半年だから、後遺症だってこれは本当に後遺症なのかどうかっていうのも、まさにこういうのっていつもね、結果を見ないとよく分からないところがありますよね、ええ、なるほど、ええ、えそしてもう一つのニュース、こちらです。TikTok 提携交渉、トランプ大統領が中国企業関与なら承認撤回と発言。 アメリカのトランプ大統領は21日、中国企業バイトダンスが運営する動画投稿アプリ TikTok のアメリカ事業について、事業を引き継ぐ新会社の経営権をアメリカ企業が握らない場合は、提携案を承認しないと話しました。バイトダンスは TikTok のアメリカ事業について、アメリカのオラクル、ウォルマートと提携し、経営権を持つ子会社を設立すると説明しております。 まあこれ、株主の構成から見るとトラ、オラクルとウォルマートで2割ぐらいということで、うん、相変わらずまあ中国系というか、このバイトダンスが8割握る形にはなるようですそうですね、だからあの、オラクルと,、えー、とウォルマートが、はい、あのコード、あのね、プログラムのコードをちゃんと検証して、うんうん、絶対にその国外にね、輸、はい、出性がないというのを保証するとか言ってるんだけど、 ちょっとやっぱり支配権がないと、あの、危ないですね。うん,うん。最終的なこの意思決定にどこまで絡めるのかそう、意思決定そうそう、絡めないでしょ、はっきり言うと。うん。だからこれは危ないんだけど、逆に中国から見ても、中国でこんなにアメリカにやられてるから、はい、中国企業に対して中国政府が、これを受けるなって言ってるのもありますよね。ああ、うん。両方が言ってるわけね。<ー> <laughs> なるほど。<laughs> うん。そうすると結構これ、あの、難航するってことでしょうね。うん。だって、アメリカ政府がいいって言っても中国政府がダメっていうかもしれないでしょ。ああ<ー>、そうこんなに屈するなって言うんでね。 はい。で、お互いにダメって言ってると、これなかなかおなく、もう大変でしょうねうん、えー。だってこれで逆に言うと、おなくも、あの、オドマートも、あの、アメリカ政府の意向を受けて、過半数を持つって言ったら中国もっと嫌、やって言うでしょう、らく。あうん、中国側はとても飲めないという風になって,て今でも飲めなくて、両方ともダメって言ってるのに、だからもっとダメになるかもしれないですね、これね。なんか落ち着きそうに見えてたところですけれども、結局落ち着かないまま。 うん、正直言うとでも、モな<る>クルとかウォルマットっていうのは、 コンシューマー商品って、オルマとはほとんど、まあ、あの、本店で,、ね、でしょ、もともとね、それでオラクルはあの、ソフト会社だけど、企業向けのやつしかやってないから、はい、コンシューマー向けほとんどやってないんでね、うんうん、私、このちょっと組み合わせてたとき、ちょっとあれと思いましたけどね。うんうん、だって、なんでオラクルってそんな製品ありましたっけってあの、もちろん企業向けの、すんごくスペシャリティの高いやつはものすごくあるんですよ。だから、知ってる人は知ってるんだけど、コンシューマー向けほとんどないですよね。だから、それ,からそれをどうやってこんなのやるのかなと、正直言って思いましたけどね。経営者の方 は非常ににトランプさん近近いといううはあるといとうでもだから交渉しながらね、うん、でも過半数を持たせてくれなかったんでしょう恐らくそれだとそれだとやっぱりダメというでも逆に過半数を持ったら中国政府はダメと今度言うでしょうしここでどっちに転んでも苦しくなってきちゃったんですね、うん、なるほど、うん、続いて「教えてニュースキーワード」ですフィンセン文書 世界の大手金融機関が総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリングを野放しにしていたことがアメリカ当局から流出したフィンセン文書で明らかになりましたフィンセン文書とは金融機関が疑わしい取引の報告としてアメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワーク局に提出しているファイルのことを指します えこのアメリカ財務省のねえ取締局のおに提出されているファイルとおこれが2500件以上おあるうち2100件が不審な行動を報告したもので,でそれがあのおバズフィードニュースというところにえ出たという、うん、でそこからまあ今あ、世界のメディアがそれをこうねどんどん引用して報道するということになっておりますが、えー。うん まあね、いろんなマネロンの方法か。そうね、あの、はい、でもなんか、あの、パナンバ文書とか、はい、あのパラダイス文書っていうのも出て、たね、出たんですけど、うん、その後、報道あんまりない,ないですね。<laughs> 確かにそうですよね <laughs>、うん。あの、ちょっと結論。 見えたこと言っちゃうと、ちょっとね、危険かもしれないけれど、これ、あ多分ね、20年間ぐらいの間に、この回、いろんな報告があったってことで、報告があると、当然、アメリカの財務省の方は、きちんと調べるわけですよ。調べても、何も出てこないっていうのも結構あるんですよね。それをだから、これからマスコミが時間が経ってね、後追いしても、新しい話はなかなか出ない可能性が結構高いですね。すすででに過去ののもあるねごく古い話だし でまあ、普通の民間金融官民間のね報道会社がやったところで、実はよくわかんない、可能性が高いですね、はっきり言うとね。なるほど、えー、この高度な、ま、金融マネーの仕組みとかだと。うん、報告があったときに、はい、実は財務省アメリカの財務省は調べてるわけね、うん、調べてるけど、うまくいかなかったから表に出てないわけでしょ。うん、なるほど、うん、こういうふうなあの疑義がある話っていうのは、たくさんあるんですよねうん、うん、でも、それでうまく当たるか当たらないかっていうのは、捜査当局でも結構難しいんですよ。えー、はー、えー なるほどね。なんか、イギリスのあるね、え、住所に何百という、う、登記がされているとかなんと当然それを見て調べるはずなんですよ。ああ。調べてんだけど、要するによくわかんないからや、もう仕方ないってんで諦めて、まあそのままなんですよね。で、それをまただからね、あの、ノホーズにしてたのがたくさんあったっていうふうな報道するけれど、実は、あの、報告があったけど、実際を調べても、あ、わかんなかったっていうのが多分正しいんだと思いますけどね。報告があってね、多分、あの、アメリカ アメリカの財務省のチームがね、何もしてなかったっていうのはないと思いますよ。その報告のうちの何割かは調べてるんだと思うんですけどね、でも分かんなかった分かんなかった。そういうことありますよ。あるんですね。私も税務署長を知ったときに、たくさん来るんですよ。おいで調べろっていうわけ。で、当たんない当たんない。当たんない。うん、分からない。はあ。しょうがない。 最後の最後尻尾がつかめないっていうのがあるわけですから怪しい取引だよな、うん、これみたいなのがあっそういうのはたくさんありますだからでもマスコミはその怪しいってだけで報道してそれでことたれると終わるでしょ、うん、だから、ね、それでいいんでしょうけどじゃあどうなんのっていうとなかなか分かんない <laughs> ああなるほど、うん、まあその怪しいっていうのを報じることと実際に適発すのは全く違うんですよああ はい、だかもっと緻密に積み上げな,い,ない,いと、はい、あの反証を下っちゃったらアウトでしょ、あ<ー>うん、だからあの、ただ怪しいっていうのは、だからこの報告はみんな怪しいと思うから来てるわけなんだけど、だからこれは報道できると思いますよ、怪しいと。でもそれの結果、なんかの犯罪を立証できたっていうのは少ないと思いますよ。立証できたんだったら、すでに立証してる立証ってことりますが多分だか。らその 解析だけで時間かかるから、うん、でますます過去の話を解析に時間かか,ってる,か,かるとも、もっと分かんなくなりますよ、うん、ちょっと申し訳ないけどね、マスコミの人にはね、多分それはなかなか難しいと思いますけどね、うん、これでなんか新しいのを見つけて、すごい発見したら大したもんだと思いますよ、はい、それパナマ文書の時も一緒でしょ。 うん。確かにいろんなものが出たけれども。<laughs> うん、だからどうなったのって話でしょう。ああ、そっか。それが冒頭の話なんですね、うん。そうそうそう。うん。だから別にこういうの否定するわけじゃないと、報道があれで言って、あとこの機密のが漏れたってのは、ちょっとそっちのは私はびっくりしてますけどね。ええ。でも、あの、これで何か出るかっていうと結構難しいかもしれないな。 確かにあのパナマ文書だとかっていう時は、ウィキリークスだとか、そういうものがあったということでしたけど、ええ、今回のこれに関しては、まあ、バズフィードが入手しみたいなた多分だ誰かがあのミスしたか、うん、リークしたかという話なんでしょうかね、うんうん、別にリークされても、たぶんね、あの過去の話だし、まあ、あの権疑みたいな話で,ですからね、うん、その情報元だけしっかりしてれば大したことないんですけど、情報元なんか出ちゃうと、ちょっとね、大変でしょうね。うん まあ、このマネロンそのものは、結構、国際的には、まあね、2000年代入ってからて、2000年ぐらいからきちんとしてきて、あのテロとかそういうのあったから、はいえー、日本もそうなんですけど、ね、法律も全部できてて、うん、いろんな報告義務とかそういうのあるんですよ、はい、だからそれで、権利があったら報告はいくのは行くんでしょうけどね、それで本当に立件するのは結構難しいかもしれませんね。だからもともと、そうですね、マネロンダリングそのものをこう取り締まろうとしていて、うんでまあ、同時多発テロなどもあって、えー、これがまあテロの温床 世界的にやりだしたと、ねうん、あの例の組織犯罪処罰法の改正案、共謀罪だって言って、かなりね、うん、え日本国内ではそっちでもめたけれども、あれってこれなんですよ、ね、すよマネロン対策なんですよね, <laughs> ね、だから、あのマネロンって言うと、ちょっと難しいかもしれないけど、不適切な人から預金口座を受け入れちゃいけないって、このレベルの話なんですけどね、はい、だからうんまあ、言ってみるとあの当たり前でね、はい、変な人の預金口座を受けて使われちゃうからって話なんです なんですよね。うん、ただでも最近はねおそらく金融機関使っててもダメでねあの暗号通貨でできるでしょあ,<ー>あの資金決済で,できるでしょで、ねはい、金融機関以外も結構多くなってますね。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープだ。Go to イベントと Go to 商店街来月中旬に開始へ。 西村経済再生担当大臣は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだイベント需要を喚起する GoTo イベントと商店街を支援する GoTo 商店街の実施を今月中に判断する方針を示しました。西村大臣は来月中旬頃から実施したいとしております。 GoTo キャンペーンってこんないろんなバリエーションがあったんですね。そうですね。トラフェルと EAT まではなんか知ってましたけど。うん、イベント商店街って、GoTo、えー、なんとかあったと何でもつけられるんでしょうね。なるほど。<laughs> いろんな、あのね、あの業界担当の人いますからね、みんなが欲しいって言えば、はい、まあ、そういうことになっちゃうんでしょうね。<laughs> 確かになんかこれ見ると全部所簡が分かれてますね。あ綺麗に分かれますね。GoTo <laughs> ト,トラフェル国土交通省、EAT 農、うん、水省。イベントはこれ経産省ですね。 商店街がこれも計算書まあ大体だから、な,なんか、その他はみんな計算書になるんですねなるほど。<laughs> はい、あの、特定の所管業界がないところは、うん、ないよ、は計算書になっちゃうから。だから大体どっかに落っこちるはずなんですよね。はい、<laughs> なるほど。うん しかし、これ、それこそ、あの、縦割りを出せるっていうふうに菅さん言ってましたが <laughs> まあ、だから GoTo ってんで分けてんでしょ <laughs> な,るなるほど、なるほど。で、まあ、担当は担当だから、まあね、はい、必ずどっかがやる、誰かがやるのは決まってるんだよね。うん。だから、これは GoTo で、まあ、でも予算要求も全部バラバラやってるから。 でも官房あの官房長官のところでやると、はい、実は縦割りはないんですよね。一つの役所だから、うん、だからこういうのは、うん、まああの go to でね、はい、あの次元的なあの組織作ろうともやっぱできますよね。<ー>えー、コロナ対応 go to なんとか go to 長とかね <laughs> 全部まとめてねも <laughs> 持ってくるってのは次元的にやるのは簡単ですね。確かにこれ go to も全部まとめてっていうのをやろうとしたけれども。うん 持続化給付金のところで、中に入った電通だとかそういうところがいろいろ批判されたんで、全部バラバラにしたっていうような経緯もありだからまね、いっぺんにやってもいいんだけど、意外にあれですよね、委託さみんな同じかもしれない結局、ノウハウを持ってるところっていうのが、そうだって、役人が全部やるってわけにいかでい、できないでしょ、もともとできないんですよ、役人がこういう実務はね、だから誰かに頼むしかないんですよね。そうするとと電通かあは事業者 団体しかないんですね事業者団体のほう行くと甘くないって言われるしね、はいはい、<laughs> 電水頼んでもともぐも言われるって、まあ、だから本当に言うとね、あのはい、デジタル化でね、直接個人に配れる仕組みがあったらこっちはそっちのほうがいいんですけどねうんで、直接個人に行かないから誰かね業界とかなんか頼んじゃうわけでね、GoTo なんとかっていう私なんかだとかどちらかというと、個人に直接補助金を給付して、はい、こういうのを換気するのがいいんじゃないのという立場ですけど、ね、私はね、<ー>業界使わないと。 ね、なるほど、で、それをこう使途を明確にというか、これにしか使えませんよみたいにしとくと。特定の。そういうのもできるし、でも、何を選ぶか、個人の自由っていうのもあるんです。うん、そうするとね、ある意味でね、業界が頑張るよりかね、その。個人が選ぶわけね。うん、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 いいとに行くか、イベントに行くか、ええ。旅行に。個人に委ねるって手もあるんですよ。なるほど。うん、そういうのはフェアかもしれないですよね。ああ、これどうなんですか。あの十万円、まあ、とりあえず一律で配ったじゃないですか。で、あの。 あと日銀の資金循環統計を見ると、貯蓄が増えてると、家計の貯蓄が増えてる、滞在してるじゃないかみたいなことを言う人もいますいつか使うからいいじゃない今すぐかどうかという違いそれも個人の判断に委ねてね、今使う人は使ってもいいし、後で使う人は貯蓄してもいいってふうに割り切ったほうが、あと業界、なんか役所の方がここに使えって言うんじゃなくてね、個人がやって、あとは業界がお金あることは分かってる だからトラベルの業界は頑張るし、イートの業界も頑張ればいいっていう点もあるんですよ、<ー>これ、これ究極の縦割りだフですよ、はっきり言えばなるほど、<laughs> もう全部こう、市場に任せると。 う何に使うかとかね、うん、だから業界の話関係なくなんでしょ、縦割りと全く関係ないじゃないですか、個人っていうのに着目してお金をあげるって形にすれば。あとは、あの業界ごと、あるいは個々の事業者かもしれないけど、頑張ればいいとうお金。お金があるのは間違いないぞと、それをどの業界がどのように奪うかっていうのは、これはもう競争だろっていうのが一つの考えでしょ、これ、縦割りじゃ全くないですよ。確かに業界内競争とかじゃなくて、うん、もうある意味こう、個人の時間をどこで奪うかみたいな。 テレビ等とか全部で競争と同じようなもの、ね。そ 今やれば商品になるし、これが将来になると貯蓄になるだけだから、はい、今奪いたければ、みんな、あの、貯蓄もさせないぐらい、みんな業界頑張れっていう言い方もありますよね。うん,うん。そうすると、経済全体が活性化していく。お金は、お金はあるんだと。お金があれば回っていくと。それでみんな、そう、業界はそこをめがけていくと。今のパターンだと、はい、業界ごとに、あの、役所から補助金が来るってパターンでしょ。うんそれよりかお金を消費者が持っておいて、それを奪い合う方が、経済より活性化しますね。うんこれその 菅政権全体のこう経済政策をこう見ていくと、やっぱり今、スポットライト当たってるのは、規制改革だとか、縦割りの打破っていうところですけど、これ、どうなんですか、ともすれば、供給の方が非常に高まるっていう,こう政策で、今、需要が減ってる中で、そっちがおろそかになるんじゃないかみたいな指摘する人もいますが。 あのまあ、あのお,お金が出れば、両方行くんですよね。ええ、ああの要するに需要サイドのも、それがより需要にはっきりしてるのは、あの給付金、うん、定額給付金みたいなのははっきりしてるわけですよね。でも、まあ、お金が有効需要って言うんですけどお金が行けば、業界に行こうが、はい、個人に行こうが、まあ、同じては同じなんですけどね。うん、だ要するに、どのくらいお金、まあ、水が出るかっていうのがやっぱりポイントなんですよね。<ー>ええ、これってどうなんですか、次はだまあ今はね、第二次補正の分で、まだ積んでるお金が結構ある。 財務省とかそういうのはね、はい、まだ指示使ってないんだからね、なんか、三時は時期早唱っていつも言いますよね、はい、でもただますます便利で、いくらあってもいいじゃないと私なんか思いますけどね。あればあるだけ、うん、いいじゃないと、要するにあればあるだけ金が積んでるのは分かったら、うんあの業、なんていうかな、民間の人もね、あの商売を一生懸命熱心になるでしょうと、うんうん、お金が積んだ、お金が分かってれば、はいみ、みんな一生懸命考えるでしょうと、それをどうやって奪いあの、ね、引き出すかっていうのを考えるんじゃないかなと私は思うんでね。 だからなんか予備費なんか早く使っちゃうか、もしくはね、はいうん、もう見せ金みたいな予備費を積み増ししたっていいよと、私は思いますけどねあーそっかそっか、うん、いきなりこう使い道まで細かく決めるんじゃなくて、まず予備費積んどいて、うん、積んどいてとから決めたっていい、要するにる業界にとってはそれが重要ですよね、お金があると、はい、それは奪いに行こうと、事 <laughs> 業結果立てやすすくななるじゃないですかうそうすると、またもう一回こう、定額の給付金をやるだとか、あるいはこう何か減税。 私のももそういうタイプなんだけど、はい、まあね、あの、ええ、私がね、なんか、総理に話しに行った次の日には、すごい緊縮派の人も行ってるからね、<laughs> <laughs> だからかもう。 そうですね。翌日にはね、あの、もう緊縮す人がね、緊縮るね、ね、財務省がね、派遣したような人がいたけどね、言ってるわけだよね。だからいろんな意見を菅さんは聞くわけですよ。ああ。やっぱそっか、そこもこう、翌日の総理同せも見とかなきゃいけないんですね。そりゃそうでしょう。うん。これ、そうするとどうなんですかあの、菅さんとしては、どっちの意見も聞いて、これは俺はフリーハントだぞってことそうだ、決まってるでしょ。だって、両方聞くのが政治家だって、耳は二つあるんだからって年中言ってるしね。 それで、そういうふうにした方のが、パワーが強まりますよ、政治家はいつも両方聞いてるんだって、どっち、最後どっちになるか分かんないって言った方がいいに決まってるんですよギリギリまでどっちになるか分かんない、最後、俺が決断したって、それでいいんですけどね、最初からもう答えが見えちゃったら、もう政治家としてだめですから、なるほどね、両方どっちに転ぶか分かんないってことは、どっちからもいろんなものをひらせると。政策決定ってはっきり言うとね、両方聞いた方がいいですよ、私だって別にいつもね、相手の反対意見の人もね、聞きなさいって、聞いた方がいいですよって言い過 いうタイプですよ。<ー>両方聞いてもらって判断するのが政治家ですって。だからさ,うさっき見てるように耳は二つあるから両方聞けと、はい、聞いた方がいいですよと。うんそれでやっぱりそれがいっぱいフェアだと思いますよ。うん、じゃあ例えばそのねコロナ禍で経済対策とか消費減税とかっていうのもギリギリまでこれはぶ、うん、っ飛んかんないでしょ。 それで最後はね、選挙みたいなのがあればね、そこで決めればいいんでしょその時の玉出しと。いろんな意見があるのは間違いないですよ。だから財務省見て緊縮で言ってね、これから増税もっていう人もいるんだし、いろんなタイプの人がいるんですよ、世の中。これ、そのね、選挙がいつあるだっていうのもまた、そうも最後、総理が決める話だから分からんすよね。こういうのはね。人の気持ちは分かんないし、はってきると。 えー、GoTo イベント GoTo 商店街の話からあ菅政権の経済政策というところを今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩司の OK 工事アップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなた ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ 7時台は女優の羽道子さんによるラジオエッセイ、羽道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載中ですこちらもぜひチェックしてください